君、これはさすがにやりすぎだな。懲戒免職も検討しなくちゃいけませんな。にやけ顔で社長に返答を求める高鍋部長。私はこんなことできません。懸命に自分の無実を訴える上司の川田。沈黙を貫く芹沢社長。この話には不可解な点が多くあることは社長も分かっているようだった。機械音痴の川田が会社のサーバーに不正アクセスなんてできるわけない。涙目になって座り込む川田の様子を見て、僕は何もせずにはいられなかった。社長、僕が犯人を突き止めます。僕の名前は浅野聖太。僕は昔から正義のヒーローが好きだった。悪を成敗するヒーローはどんな時でも諦めず自分の意志を貫くかっこよさがあったからだ。だけど僕は成長するに従って現実世界におけるヒーローのような存在の少なさに驚いた。警察や自衛隊の人たちももちろん悪い奴を捕まえたり民間人を助けてくれるヒーローであることには変わりない。だが僕が好きなのは普遍のヒーローだ。みんなを助けて己の信念を貫く意志の固さがある存在。十数年生きているだけでもわかる。現実はそんなに甘い場所ではない。警察の不祥事や自衛隊内での嫌がらせなど所属する全員が悪いというわけではないのだろうが、そういった悲しいことがニュースで取り上げられるたびに僕はヒーローに失望していった。汚職に癒着、まるでドラマを見ているような錯覚に襲われる。そんな僕に一筋の光が差したのは中学時代だった。とある番組で取り上げられたあのマルマスが僕の人生を大きく変えることになった。彼らは天才ハッカー集団であり、世の中の悪を正すために作り上げられた存在だった。敵がどんなに強大であろうとも臆することなく不正を絶対に許さないというポジションで行動する。彼らはインターネットの世界では多大な影響力があり、彼らの標的になった悪者は全世界が見てもわかるような被害をしっかりと受けていた。僕にとっては彼らはまさに理想のヒーロー像だった。影のようにネットを行使して相手から情報を奪い撹乱する。かと思えば大胆に公衆の面前にマスク姿で現れ、存在感を遺憾なく発揮する。僕が目指すべき姿だった。いつの日かあのマルマスに入りたい、もしくは入れなくても彼らと同等の力をつけたい。そう思いネットに関するありとあらゆる情報を入手しようとした。もちろん学校の勉強も一生懸命にした。どんな知識が役立つかわからない。思いがけないことが授業から手に入るかもしれない。家ではなけなしのお小遣いで買ったネット用語の本などで専門用語を一つでも多く覚えようと勉強した。本当はプログラミングなどの難しいことを学びたかったのだが、大事なことはスモールステップ、少しずつだが確実に階段を上ることを優先した。僕は少しずつ成長して一歩ずつ夢に近づいていた。高校を卒業して僕は当たり前のように大学の情報工学部に進学した。独学でもかなりの知識を得ることはできたが、それでも大学のより専門的な勉強は僕の視野を広げるには十分すぎた。高校卒業時には僕も自宅でプログラミングの勉強をしていたが、それと並列して学校でもプログラミングを勉強できることは僕にとっては至福の時間であり、学校生活をより充実したものに作り上げていた。情報あふれるネット世界で生きたいと願った僕だったが、運のいいことに気の合う友人ができた。金入かなで、彼は僕と同じ情報工学部に所属する同級生だ。せいちゃん、今日も熱心に勉強してんね。少しチャラそうに見えるかなでだが、しっかりとテストの点も取る隠れ真面目だ。だが本人は勉強してませんといった風で学校を過ごしており、彼のことをあまり知らない人からするとチャランポランの遊び人だと思うことだろう。僕も最初はそう思った。だが彼は根は真面目で、授業中も教科書やプリントを忘れた人に渡して自分が忘れたと装うのだ。僕は一度興味本位でどうしてそんなことをするのか聞いてみた。すると彼は、自己満だよ、人助けってやつ、俺ヒーロー志望なんで、とヘラヘラして笑う。僕と同じだと口にこそ出さなかったが、
心は彼に少し向いたような気がした。そんな他人から誤解されそうな奏は案の定、とある授業の教授から嫌がらせを受けていた。半分けをした時は名簿に奏の名前が載っておらず。ああ、君受けるの？そんな見た目なのに。と鼻で笑った。卒業には必須の単位なので受けないという選択肢はないのだが、見た目で判断している教授に最初から相手にされていないように見えた。そして合否が決まるテストで奏には不可の判定が下された。そんなはずはなかった。テストが終わって僕と回答を照らし合わせると奏の方が正解率は高かったのに、僕は合格で奏は不可だった。さすがにおかしいと言って奏と共に支援課に掛け合ったものの、教授が不正をした証拠がないの一点張りで僕らの話は聞き入れてもらえなかった。最悪、卒業できないなと能天気に言う奏。僕は許せなかった。人を見かけだけで判断し不当に評価を下げるなど、まさに悪役がやるようなことではないか。支援課は証拠がないと言った。つまり証拠を見つければいいだけなのだ。僕はその日のうちに動き出した。奏と仲の悪い教授は生徒の回答用紙をすべてスキャンしてデジタル上で保存していた。そういう話はその教授の研究室に配属されている先輩から聞いていたので、そのパソコンに侵入しデータを入手すればいいと考えた。すんなりと教授のサーバーには侵入できた。いくつか侵入防止のプログラムが施されていたが、あっけなく突破することができた。改めて自分のスキルの高さを自画自賛したくなったほどだ。すぐに教授が採点した奏の回答用紙を見つけ出し、自分のパソコンにダウンロードをした。やっぱり僕の想像通りだった。そこに書かれている点数は十分に合格点に達している。あの教授は市場で奏を落としたのだった。翌日、僕は奏を連れてもう一度支援課に向かった。これが証拠です。突きつけた回答用紙を見せると、支援課の職員は目をまん丸にして、少々お待ちくださいねと言って奥でふんぞり返っている偉そうな人のところに小走りで駆け寄った。その後いろいろと話し合いがあった。詳細に言うとキリがないので要約すると、教授の不正は明らかであるので奏の不合格は取り消し合格にする。もう一つは教授が不当に成績を下げていたことは事実だが、不正にアクセスした僕は退学処分にするということだった。最初はその事実が受け入れられなかった。自分では友人を助けるためにした正義の行いがどうして退学処分を受けなくてはいけないのか。あのマルマスに憧れ、ようやく彼らのような正義の行いができたのに、これではどちらが悪者かわからないではないか。僕の中での正義の定義が崩れる音がした。学校を去る僕に奏は泣きながら、本当にごめん、俺のせいでお前がこんなことになるなんて。僕は泣きじゃくる彼にかける言葉が見つからず、にこりと微笑みその場を去った。僕は大学のすぐ近くに家を借りていたが、退学になった今ここに住む必要はなくなった。引っ越しの準備に追われていると、とある人物から連絡が来た。自分が所属する研究室の教授、脳の先生だった。もしもし、今いいですか？いつものように静かな声で話す脳の先生。君がしたことは確かにいいことではなかったかもしれません。ですが、友人を助けようとしたその心意気と、あの教授のサーバーの中に侵入できたことは技術的にも素晴らしいと評価しました。そこで君がよければ、私の知人が経営する会社に SE として就職してみませんか？脳の先生はその知人がどんな仕事をしているのか、やちょうど今優秀な SE を欲していることなどを懇切丁寧に説明してくれた。僕は自分の行動の正しさに疑問を感じ、考え方を変えなくてはいけないのかと不安に思っていたので、脳の先生の言葉は心に染み渡るような温かさを感じた。さらに大学を退学した理由が犯罪に触れるかもしれないようなことだったことで、将来就職に不利に働くのではないかと不安になっていた僕は、2つ返事で承諾して後日その会社に向かうのだった。脳の先生が紹介してくれた経営者は芹沢という女性だった。
脳の先生からの連絡が来た翌日に、その芹沢社長から連絡が来た。一応面接はさせてほしいとのことだったので、すぐにリクルートスーツに着替えて指定された場所へ向かった。受付の女性に名前を伝えるとすぐに、あ、浅野様ですね。芹沢がお待ちです。どうぞこちらへ。と言って案内してくれた。清掃の行き届いた綺麗なオフィスを通り、少し華奢な装飾が施された扉をくぐると、そこには細身の女性が柔和な表情で紅茶を飲んでいた。はじめまして。私、芹沢恵子と申します。頭を深々と下げる社長に対して、僕もそれ以上に頭を下げる。どうぞおかけになってください。と、言われるがままに座り心地最高のソファーに腰を下ろす。早速ですが、浅野さんが大学を退学になった理由は、ノーノの方からかいつまんでではありますが、聞き及んでいます。社長の言葉に、つい僕はうつむいてしまう。理由がどうであれやってはいけないことをしたのだ。他人から突っ込まれていい気持ちにはならない。だが、自分がやってしまったことなのだから、目を背けるわけにはいかない。顔を上げてください。別にここで糾弾しようなどとは思っていません。私が求めているのは、優秀な SE ですから。しかし、技術面だけが素晴らしくとも、内面が破綻していてはお話になりません。面接で知れる性格などはたかが知れていますし、困っている時にノーノから浅野さんの話をいただいたんです。彼女は静かに紅茶を口に含み、ふふっと笑う。友人のために自分の技術を使い、悪を正す。まさにヒーローみたいな方が大学を追われたと。そんな人材を知らん顔できるほど私は枯れてはおりません。あなたの行動は偉大だと私は思うのです。社長の言葉を聞き、自然と涙がこぼれた。決して誰かに認めてもらいたくて、奏を助けたわけではない。けれども、こうやって正面切って褒めてもらえると、心の奥底から叫びたいほどの喜びや、充足感が湧き上がってくる。ぜひ、そんなあなたに我が社で働いてほしいのです。社長が言い終わる前に僕は、頭を床にこすりつけ、よろしくお願いします、と叫んだ。彼女から提示された条件は2つあった。まず1つはいずれ正社員として働いてもらうが、とりあえずは派遣 SE として業務をしてもらうこと。いわゆる見習い期間というやつだ。その後、正社員になるかどうかはまた話し合いとのことだ。僕は一度グレーなことをしてしまった身分だ。正社員になる等は夢のまた先の話だが、一旦その話を飲んだ。2つ目の条件は、少なくとも派遣として働いている間は、浅野さんのハッカーとしての力は振るわないでほしいのです。あなたのしたことは、私やノーノは認めていますが、認めない人がいるのも事実です。火のないところに煙は立たぬとも言います。どこから噂が広まるかわかりません。なので、不必要にあなたのその技術を発揮しないように願います。もちろん、プログラミングの技術などは存分に振るってもらって構いません。とにかくハッカーのようなことは控えてください。と念押しされた。自分としてもどこかのサーバーに入り込むと、もう二度とごめんだった。一種の恐怖症にすらなっている気がする。僕はこの身を拾ってもらった恩を返すべく、身を粉にして働くことを芹沢社長に誓った。そのため彼女が提示した2つの条件を無条件にのみ、派遣 SE としてこの会社に籍を置くことに決まったのだった。もともとプログラミング能力の高かった僕は、入社早々、業務で使用しているアプリなどをもっと快適に使えるように改良していった。会社に勤める社員のほとんどは、プログラミングなど知らない人たちだった。なので現在使用しているアプリが不便だと思っていても、なかなかそれを改良しようと思う人までは出てこなかった。これらのアプリは数年前に作られたもので、当時は快適だったかもしれないが、令和に入り、技術がどんどん進化していく中では化石と化してしまっていた。しかし、アプリそのものを改良しても、それがすぐに社内で使えるようになるかは別問題だった。改良して、それを上に説明して、会議を得て許可が下りれば社内でアプリを使えるようになる。つまり開発しても、それを使用できるようにするまでの過程、手続きが大変なのだ。そのため
僕が思うようにすんなりとことが進むことはめったになかった。しかし四苦八苦しながらも会社の人たちは温かく僕を支えて、よし一緒に頑張ろうやと声をかけてくれた。その中でも特に上司の川田ひなのは、私ももっと手伝ってあげたいけど機会は点でダメで、逆に足を引っ張っちゃいそうだから書類なんかの雑務は私がしておくねといつも気にかけてくれて本当に感謝しかなかった。最近は少しでも聖太くんの話もわかるようにプログラミングの勉強をしているんだと胸を張る彼女に、いくつか用語を投げかけると目に見えて頭から煙が出ていることに気がついた。これよかったら使ってください、僕のお古ですけど、そう言って学生時代に自分が使っていた初歩的な用語集を渡した。いいの？と言って目を輝かせる彼女に、まるで妹のような愛らしさを感じた。ひなのさんは自身で言うように、空き時間を見つけては僕が渡した用語集で勉強している姿をたびたび目撃した。他にも勉強するためということで僕がしているアプリの改良やそのための資料作りなどを手伝ってくれたり、上司に作成する企画書を見やすくするためのアドバイスなどをしてくれたりと大助かりだった。仕事の事務的な書類作成なども一から教えてくれるひなのさんとは物理的な距離も近かったことから、僕は少しずつだが彼女に惹かれていった。だがその度に自分が過去にしてしまった行為がフラッシュバックしてしまい、僕よりも見合う人間がいると思うようになって自己嫌悪に一人で陥ってしまっていた。そんな気持ちを隠すように僕はがむしゃらに働いたのだった。忙しくも充実した日常が怒涛のように過ぎ去る生活をしていた僕には、唯一会社に不満があった。正確に言うと会社にというよりも人間関係に。それは部長の高鍋の存在だった。高鍋は保守的な考えを持っている人物であり、規則やルールが変わることを嫌っていた。そのためいろいろ快適に変えていきたいと考えている僕とは馬が合わないのだ。最初は陰でいろいろ言っていたようだが、次第にエスカレートしていき直接難癖をつけるようになっていった。派遣の分際で今までやっていたことを変えようなんてズーズーしいにも程があると断るごとに言ってきた。ひなのさんと一緒に懸命に作った資料も読む前から、どうせ不必要にあれを変えたいとかこれを変えたいとかわがままをつらつら重ねているだけだろうがと言って目を通すことはない。しかも高鍋は芹沢社長には、浅野の資料作りの質が低くて困っているんですとヘルプを求めたという話もある。ひなのさんは高鍋の態度に多少は慣れているようで、そうおっしゃらずにどうかと言って穏便にことを進めようと努力してくれている。いやね、君らが若い者同士だからって浅野くんの肩を必要以上に持つ必要はないんだよ。高鍋はどうにかひなのさんを取り込もうとしているようだが、若いからってわけじゃないですよ、ただ応援したいだけなんですと華麗にかわしていた。あの人もプログラミングができるからやる気さえ出してくれたらすごく力強いのにねとひなのさんがコーヒーを飲みながらぼやく。会社のためにどうして動いてくれないのか私にはわからないんだよね。彼女はコーヒーをぐっと飲み干しゴミ箱に捨てた。まあ聖太くんが頑張ってくれているからいいんだけどね。僕がひなのさんと一生懸命にアプリを改良すればするほど高鍋との確執はより顕著になっていった。そして高鍋との仲が険悪になるほど会議でも僕の提案がなかなか通らない等の弊害まで出ていた。その度に芹沢社長が、私はこの案を通してもいいと思いますよ、確かに不安要素もありますけど新しいことにチャレンジしてみないとというフォローをしてくれることでようやく進展するというのがお決まりになっていた。立場の関係上どうしても社内での発言力は僕らより高鍋の方が大きい。僕とひなのさんは風当たりが強い状況でも負けじと僕が改良したアプリを採用してもらえるように説得した。その甲斐あってか少しずつ他の社員も僕らの提案を受け入れてくれるようになり、いい流れができ始めていた。ある日ひなのさんが高鍋から社長室に来るように呼び出された。数分後内線を通して僕も社長室に向かうように言われ、
すぐさま駆けつけた。車内には座り込むひなのさんに頭を抱える社長、腕を組み勝ち誇ったような面の高鍋がいた。状況が読めずに、どうかしましたかと尋ねると、部外者であるお前を呼ぶ必要はなかったんだが、川田さんがどうしても君を連れてきてほしいと言うんでね。そんな説明を聞いても何一つ理解できない。は？と首をかしげていると、昨夜我が社のサーバーに不正アクセスをされた形跡があったんですと社長がつぶやく。幸いマルヒのデータなどは奪われずに済みましたが、その不正アクセスをしたのが。言いよどむ社長。その姿に視線を少しだけ落とした高鍋は、不正アクセスをした形跡が川田さんのパソコンから見つかったんだと勝ち誇ったような口調で言った。そんなバカな、最初に僕の口から出た言葉だった。ひなのさんは機械音痴だ。高度な守りではないとはいえ、会社のサーバーに入るなんてゲートを彼女ができるとは到底思えない。何かの間違いではないんですか？社長が返答する前に高鍋が話す。物的証拠がある以上言い逃れはできんだろうな。これは懲戒免職もやむを得ないだろうな。陰湿な声だった。聞いているだけで虫唾が走る。なんだこの違和感。社長のお考えは？と僕が尋ねると、眉間にシワを寄せたまま、監視カメラにも映っていますし。そこまではっきり映っているのか。でも余計におかしくありませんか？不正アクセスするなら会社のパソコンよりも家のパソコンでした方がバレるリスクは減りますし、これはまるで、と言おうとした僕を高鍋が遮った。まるでなんだ貴様、この後に及んでわけのわからんこと。証拠がこれだけあるんだ。不正アクセスをしたのは彼女だ。それに機械音痴の彼女に入られるようなやわなファイアウォールを作った貴様にも問題はあるんだ。言い逃れはできまい。それにだ、最近は君ら新しいプログラミングを推し進めているじゃないか。混乱に乗じて新しいプログラミングを導入させて自分の価値を高めようとしているんじゃないのか。そこまで言われると僕もおとなしくしているわけにはいかなかった。そもそも気になっている女性をここまでコケにされて黙っていることも限界だった。なら僕が真犯人を見つけます。社長、少しだけ時間をください。僕の言葉に社長は目を見開き、そんなことができるのですかと震える声で言った。高鍋は威圧するような大きな声で、時間なんて取ってる余裕はないんだぞ。僕は高鍋の目を見ながら、10分あれば十分ですから。派遣の分際でなど、ブツブツ高鍋は言っていたものの、社長から了承を受けた僕は持てる力のすべてを使い調べ上げた。結果はすぐに分かった。僕の調査の結果分かったことは、ひなのさんのパソコンは遠隔操作がなされていたことだった。普通ならどこから操作されたかなど専門機関に預けて調べないと分からないが、僕のスキルをもってすればすぐに調べることができた。さらに監視カメラに映し出された映像も加工された形跡が残っていた。監視カメラの加工を除去すると、そこには誰も映っていなかった。つまり不正アクセスがされた時間帯に少なくともひなのさんはパソコンの前にはいなかったことになる。さらに遠隔操作元を調べると、それは高鍋のパソコンだということも判明した。調査結果を社長に渡し、高鍋に事実を突きつけた。彼の額には汗が滝のように流れており、そんな、これはとブツブツ言っていた。こんなにも早く僕が調べられるとは思っていなかったのだろう。申し開きができない状況になった彼は事の経緯を話し始めた。彼が言うには、僕とひなのさんの存在を疎ましく思っていたために今回の不正アクセス事件をでっち上げしようと目論んだという。多少無理があったが、ネットにそこまで詳しくない社長ならどうにか言いくるめることができると思ったんだと力なく笑う高鍋。このまま僕らが開発したアプリが次々に承認されていくと、僕たちの立場が高鍋を超えてしまうと思ったらしい。とにかく社外に追い出すために今回の犯行に及んだという。全てを聞き終えた社長は、ち
と舌打ちをしてうつむいた。しばらく黙った後に、目先の利益にだけ固執してしまい、他人を蹴落とすことしかできない人は我が社にはいりません。さらに私を騙そうとしたことも気に入りません。今までご苦労様でした、とにこやかに言った。高鍋は、私が社内で有用なことを証明したかったんです、と言い、それに対して何も言わない社長に一礼をし、お世話になりました、と頭を下げ社長室から出て行った。後日正式に高鍋は懲戒免職になった。自作自演だったとはいえ、会社を危険な状態に陥れた罪は重いということで、芹沢社長は彼を解雇したのだ。昔は彼も期待の新人として優秀な SE だったんですけどね、いつしか地位や名誉にとらわれて。長年勤めてくれた人を解雇するのは辛いですが、致し方ありません、と残念そうな表情の社長。僕は高鍋のようにあぐらをかくことなく、初心忘れることなく業務をこなしたいと思うのだった。後日芹沢社長から呼び出された。あなたには感謝を言わなくてはいけませんね、と言い頭を下げた。僕は慌てて静止して口を開いた。待ってください。僕は部長の言動に違和感を感じて調べたかっただけで、社長に頭を下げられるほどのことはしてませんよ、とあたふたしながら社長の肩を支えた。社長は首を振りながら、今のお礼は社長としてというよりも身内としてです。彼女の言葉に僕は理解が追いつかなかった。身内？どういうこと？実はひなのは私の姪にあたる子なのです。だった。某アニメのように目が飛び出るかと思った。そんな人に少しでも思いを寄せていた自分が恥ずかしい。あの子の母親、私の妹は随分早く他界してしまいまして、母親の代わりとはおこがましいですが面倒を見ていました。そんな事情があったことは一切知らなかった。いつもあっけらかんとしていた彼女にそんな過去があったとは。高鍋部長から告発を受けたとき、私は身内としてかばうべきか、取締役として罰するべきか悩んでしまいました。それは仕方がないことだと思った。あの状況ですぐに判断して断罪もしくはかばうなどできるはずもない。ましてや身内なのだ。ですがあなたがしっかりと守ってくれました。自分の持てるスキルをフル活用して私の家族を守ってくれたのです。頭を下げずにはいられません。そこまで言われたら社長の行動を受け取らないのも失礼だと思った。あの子を守るのは私の役目だと思っていましたが、それももう交代してもいいかもしれませんね、と言い、社長はふふっと笑う。目が合う。ん？なんだこの不敵な笑みは。聖太君、あの子のそばにずっといてもらえませんか。いや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 、何をおっしゃっているんですか。僕は赤面しながら早口で返答する。僕なんか釣り合いませんし、派遣です、派遣ですから。そういう僕に社長は笑いながら、なら正社員になればいいじゃない、と言った。社長からのお誘いは一旦保留にさせてもらった。いいお返事待っていますからね、良い返事をね、と快諾してくれた。僕はひたすら考えた。正社員になってひなのさんのそばにずっといろということは、結婚してもいいと言ってくれているようなものなのだろうか。正社員になれば彼女の隣にいても見合う人間になれるのだろうか。ダメだ、妄想は膨らむが自分はそこにいていい人間ではないような気がする。正義のためだと言い、グレーなことをした過去をどうしても引きずっていた僕にはなかなか決心がつかなかった。悶々としていたある日、会社にある人物が訪ねてきた。え、どうしてお前がここに？それは僕のセリフだった。そこに立っていたのは奏だった。どうしてここにいるのか詳しく聞こうとすると、受付嬢が奏に駆け寄り、社長がお待ちですからどうぞこちらに、と言って社長室に通した。後で時間くれよ。すれ違いざまに耳打ちをされ、社長室の前で待つことにした。しばらくして
奏と社長が出てきた。ああ、悪い、待たせたろ。そういう奏と、あら、もしかして清太くんお知り合いなのかしら、と目を丸くする社長。僕は社長に奏の紹介をした。そうだったのね。彼は先日、私が街中で自転車とぶつかりそうになった時に身を挺してかばってくれたの。どうしてもお礼がしたくてここまで来ていただきました。そういうことだったのか。なんという偶然。社長は二人で話すこともあるでしょう、と言って二人きりにしてくれた。お互いの近況報告をひとしきりした後に、奏が、あの行為をお前はどう思ってるのかわかんないけど、少なくとも俺は助けられた。いいとか悪いとかじゃなくて、お前は俺を救ったんだよ。そして社会人になってもまた人を助けたんだ。誇りこそすれど、負い目を感じるところなんてどこにもないんだよ。お前はすごいやつだよ。俺が保証する、と言い笑った。奏からの言葉は、僕の心にあった黒いもやを一瞬で吹き飛ばした。ありがとう、本当にありがとう、と頭を下げる僕に、奏はまた飲もうぜって言って会社を去っていった。その足で僕はひなのさんの元に向かった。彼女は休憩室で僕が貸した本を熱心に読んでいた。僕の姿に気がついた彼女は恥ずかしそうに、この間はありがとうね。私に力がないから全部清太くんに任せきりになっちゃった。これからは迷惑をかけないように頑張るから、と言った。僕は奏の後押しもあり、そこで過去のことを話した。友人を助けるためとはいえ、犯罪まがいなことをしたことを。彼女は最後まで何も言わずに聞いてくれた。話し終わると、聞かせてくれてありがとう。清太くんはすごい人だね。私にはそんな力もなければ勇気もない。君に一歩でも近づきたい。これからもよろしくお願いします、と頭を下げた。僕もはにかみよろしくお願いしますと頭を下げる。見計らったように社長が休憩室に入ってきた。絶対見てただろう。ふふ、それでいい返事聞きましょうか。彼女の言葉に僕は笑顔で答える。ぜひ守る役目を僕にさせてください。僕は社長の誘いを受け正社員となった。本来は数年派遣ということだったが、1年経たずの昇格となった。僕は拾ってくれた上にとてつもない成長をさせてくれたこの会社に恩を返すべく、ひたすらに仕事に熱中した。新しい斬新なアイデアでアプリを次々と開発していき、業務を円滑に進めるようにした。そのおかげもあってか、営業部や企画部から仕事がしやすくなったという言葉をいただくことが多くなった。やはり認めてもらうことは嬉しかった。それにここまで頑張れているのはひなののおかげでもある。彼女の存在は僕には大きく、自分一人では絶対にここまで来ることはできなかっただろう。これはどうしたらいいの？と今日も叫ぶひなの。彼女のスキルはまだまだだが、僕にとってこれほどの癒しは他にはないだろう。奏とはあれ以降も連絡を取り合っている。奏も SE になるべく大学で猛勉強しているそうだ。だがファッションなどは相変わらずで、周囲から誤解を受けることは日常茶飯事らしい。もう少し学べよう、とは思ったが、彼らしい一面でもあった。自分がしたことはどんな理由があれ、その後の人生につきまとう。良いことも悪いことも全てが。それでも人生という険しい道には必ず自分を分かってくれる人がいるはずだと僕は思う。人生で大切なのは、そういった人たちとの出会いを見逃さない目なのかもしれない、と僕は芹沢社長、ひなの、奏たちのことを想像して確認するのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。中卒はこれだから。中卒の仕事なんて価値ないもんな。高学歴を武器に社長が中卒の俺をバカにする。今ではこの会社のシステムは全て俺が担っているというのに、社長にはその事実には全くお構いがない様子だった。そしてついには声高々に、中卒のお前はクビだ、
そのパソコンのデータすべて消して退職しろ。と言ってきた。うんざりしていた俺はその場で、わかりましたと了承する。その間も社長は俺の作ったシステムをゴミみたいなもんだと揶揄していた。そこまで言うなら、今まで献身的に勤めてきたけど、もうたくさんだ。とことん徹底的にシステムを削除してみせることにした。社長は知らなかったようだ。俺がどんなシステムを作っていて、それがないと会社がどうなるかを。高らかに笑うこの顔は、後に涙を見ることになるのだった。俺の名前は小島亮太。 IT 系の今の会社で働き始めて10年になるエンジニアだ。10年と聞くと結構長い年月をこの会社と共に歩んできた感じがするんだけど、実際の年齢はまだ25歳。中学卒業後、高校には入学せずにこの会社に就職したということだ。だから25歳といっても社内には年上の後輩がたくさんいる。こういった人たちとの接し方には初めはやはり戸惑いがあった。それは相手も同じだったようで、お互いにすごくやりにくさを感じたものだ。しかし今ではもうこの現状にも慣れてしまったので、特に気に留めることもなくなった。後輩曰く、年齢以上の風格が自分からは出ているらしい。これこそが10年という金属の賜物なのかもしれないと思った。しかし中卒で入社したからといって仕事ができないというわけではない。自分で言うのもなんだけど、むしろ会社の役に立っているという自負もある。というのも、会社のシステム管理は俺がほぼ一人で担っているのだ。学歴やステータス以上に実力や成果物のクオリティが求められるこの世界。俺は10年間培ってきた経験値から自分の能力に対しての自尊心を持てるようになっていた。こんな感じで俺は少々特殊な状態で社会人10年目を迎えようとしているのだった。じゃあなぜ中卒で就職の道に進むことになったのかというと、それは中学生の時に起きたあることが原因だ。俺が中学1年の時、母親が交通事故で亡くなったのだ。至って健康にいつも家を守ってくれていた母親、その母が交通事故によりある日突然いなくなってしまった。俺には兄弟がいなかったので、家には俺と父親の二人きりになってしまった。それまで父は仕事が忙しく、ほとんど家に帰ってこない日々が続いていたので、とりわけ仲がいいというわけではない。そんな父と二人残されて、家族の中はギスギスだった。じゃあ月水金日は父さんが洗濯をするから、火木土は亮太がしてくれ。あと掃除とか食器洗いは各自それぞれがしていこう。うん。二人ともこれまで家事は母親に任せっぱなしだったから、ある程度分担して行うことにした。しかし家事の大変さはやってみないとわからないものだ。どれ一つを取っても簡単ではなかった。片付けをしているつもりでも、家の中はどんどんゴミだらけになっていったし、服もシワだらけ。もちろんどちらも食事を作れるはずもなく、おのずとコンビニ弁当やてんやものばかりの日々になった。そうした日々が数ヶ月続いたが、父親との関係は変わらずぎこちないままだった。一緒にいても会話はほとんどない。気まずい空気感にお互いに居心地の悪さだけを感じていた。こんな毎日を過ごしていると、当然のことながらどんどん気分は落ちていってしまうものだ。俺は次第に家にいること自体が苦痛になっていった。刺激と楽しさと人混みを求めて、夜遅くまで柄の悪い仲間と遊び歩くようになっていった。夜遅くまでコンビニでたむろしたり、カラオケで騒いだりする日々。格別楽しいわけではなかったが、気分を紛らわすのにはちょうどよかった。そんな時に俺は一人の男と出会った。それが友人の蓮だった。
蓮は俺より2つ年上なのだが、非常に面倒見がいい男だった。いつもつまらなさそうにしている俺のことを何かと気にかけてくれたし、面白いことがあるとすぐに教えてくれた。食事や遊びに誘ってくれることも頻繁だった。しかも蓮は幼い頃に母親を亡くしているのだ。似たような境遇である俺たちは話もすごくあって瞬く間に仲良くなっていった。家の中で居心地の悪さを感じていた俺にとっては、蓮との時間はありのままの自分でいられる楽しい時間だった。そんなある時、事件が発生した。不良との喧嘩で蓮が大怪我を負ってしまったのだ。悪い友達とつるむようになって喧嘩をする機会が増えたものの、俺はもともと喧嘩が強いわけではない。見栄を張って威嚇するのが限界だった。この日も同じくその場に居合わせたものの、自分に襲い来る攻撃を受け止めるので精一杯。数人がかりで攻められている蓮のもとに駆け寄ることはできなかった。そもそも人数でも年齢でも体格でも遅れを取っていた俺たち、喧嘩は派手に負けてしまっていた。気が済んだ相手方が颯爽と去る。俺はヒリヒリ痛む体を動かして、ぐたっとうなだれている蓮のもとに駆け寄った。蓮の状態を確認する。思った以上にひどい怪我だ。俺はその場で救急車を呼ぶことにした。すぐさま病院に搬送される蓮。俺の怪我は比較的軽傷だったので、手当てをしてもらった後は付き添いとしてそばにいることになった。蓮の状態は良くない。怪我をしているだけでなく意識も失っていた。そこに一人の男性が急いで駆けつけてくる。心配そうに顔をこわばらせたその男性は蓮の父親だった。以前蓮から聞いていたのだが、蓮の父は町工場の社長らしい。苦労しているのか痩せこけており、漂う雰囲気からは明らかに疲れをにじませていた。その上今回は息子が大怪我を負っているのだ。看護師に容体を聞く姿からは悲壮感が漂っていた。今時のイケメンって感じの蓮には全く似ても似つかなかった。君が救急車を呼んでくれたようだね。友達かな。どうもありがとう。いえ、こんな怪我をさせてしまって、俺何もできなくてすみませんでした。いやいや、むしろ息子の喧嘩に巻き込んでしまったんじゃないかと心配していたところです。君の怪我は大丈夫かな。顔色の悪い蓮の父親は優しい口調で俺の様子を伺ってくれる。初めに見た時に感じたこわばった印象は、話すにつれて柔らかなものに変わっていくようだった。うん。俺たちが会話をしている途中、蓮が意識を取り戻す。軽いうめき声を上げながら起き上がろうとして、体の痛みに顔を歪めていた。蓮、気がついたか。俺が声をかけるより先に蓮の父親が声をかける。その声の方を見て蓮は少し驚いた顔をした後、舌打ちをしながら、なんで来るんだよとつぶやいた。その言葉はもちろん父親にも聞こえていたはずだが、彼は全く気に留めない。それどころかむしろ、命があってよかったと号泣し始めた。父さん、本当に心配で心配でたまらなかったんだぞ。本当に本当によかった。心の底から息子の無事を確認できて喜ぶ父親。そんな彼の様子を見て蓮は、大げさとかうるせえとか言いながらも少し照れていて、どこか嬉しそうだった。そこに遅れて俺の父親も駆けつける。居合わせた蓮親子と俺の無事を確認して軽く会話をしていた。父親と気まずい俺はこちらを向く父親の目線をそらす。それでも父はじっとこちらを見ながら、怪我は大丈夫か、一体何があったんだと聞いてきた。俺は今日会った経緯を大まかに説明した。怒られるかな、そんな気がしていたから説明しながらも憂鬱な気分になっていった。すると案の定、大体の説明が終わった後、父は、
なんて危ないことをするんだ、と叱りつけてきた。怪我をしてしまったし、大ごとになったし、危険だったのは理解している。分かっているからもう怒らないでくれ。そう反論しようとした思った矢先、顔を上げた俺の目に父親の顔が映り込んできた。口では怒っているのに、その顔は今にも泣き出しそう。思わず、父さんと言ったら、父は顔をくしゃっとゆがめて、肩を震わせ始めた。そして、お前に何かあったら、俺はもう生きていけない。と言いながら、俺を抱きしめてきた。久しぶりに父親のぬくもりを感じた瞬間だった。お互い気まずくて避けていたけど、父はずっと変わらず俺を大事に思っていてくれているんだな。そう思うと、自分がこんなに心配をかけていることが申し訳なくてたまらない気持ちだった。この事件以来、反省をした俺と蓮はそこを改めるようになった。きちんと学校に行き、夜遊びを控えるように。まだ少なからず、親に対する複雑な気持ちは持ち合わせてはいるものの、過度な心配はかけないようにしようという気持ちが湧いていた。荒れていた生活が徐々に良い方向に向かっていったのだった。さて、そんなこんなで少しずつ健全な中学生へと回復していったのだが、残念なことに俺の学力は今一つ伸びなかった。そもそも勉強自体が得意ではない。勉強の仕方もわからないし、テストだっていつも平均点より低い点数だった。そんな中、俺は人生を左右するあるものと出会う。それは父親から譲り受けたノートパソコンだった。今まで学校ではパソコンに触れる機会はもちろんあった。でも学校の備品だから、それでできることは制約されていたのだ。例えば決まった文章を打ってみたり、言われたものを調べてみたり、その時はただの作業っぽく感じて、特に興味を持たなかったのだが、自分のパソコンとなると話は別だった。授業みたいに誰かに指示されるわけでなく、自分の好き勝手に触ることができるのだ。検索から始まって、ゲームや印刷、イラストレートなど、さまざまなことに挑戦していった。どれもが目新しくて斬新だった。そんなこんなでパソコンをいろいろいじっているうちに、俺はついにプログラミングというものに出会った。はじめは何を書いているのかさっぱりだったプログラミングだが、学ぶと暗号のように感じていた言語が徐々に読めるようになったのだ。この達成感と快感が気持ちよくて、俺は一気にのめり込んでしまった。自分の指示した通りにプログラムが動くことが何より面白かったけど、反対に全くうまくいかないことも多々あった。でも動かないときは必ずどこかに問題があるのだ。そこを探すのが間違い探しのようで楽しくて、見つけられたときの達成感と気持ちよさは圧倒的だった。こうしているうちに、いよいよ世間は受験シーズンへ。俺はやはり勉強はいまいちだったから、高校への進学についてもたくさん悩む必要があった。そんなさなか、父と進路の話をしているとき、父は、自分のやりたいことをやればいい、と言ってくれた。その言葉を自分の中で反芻してみて、やりたいことを考えたとき、出てきたのはパソコンのプログラミングだった。しかし住んでいるところの近くに情報系の学部がある高校はない。あるのはもっぱら普通科だけなのだが、そこに行っても面白くなさそうな気がしてならなかった。そんな悩みを抱えていたある時のこと、蓮が、うちの工場でバイトしないか?と聞いてきた。聞くと、蓮の父親の経営する町工場は慢性的に人手不足らしい。最近は蓮も仕事を手伝っているそうだ。バイトなんてしたことなかったから不安だったけど、蓮が、一緒にバイト楽しそうだから来てよ、というので、俺は試しに行ってみることにした。いざバイトに行ってみると、仕事は簡単な梱包作業だった。手先は器用な方なので、黙々と梱包に勤しむのも苦じゃなかったし、何より蓮と話しながら一緒に仕事をするのは想像以上に楽しいものだった。加えて、他の従業員も皆いい人で、和気あいあいとした環境だった。
ある日、バイトをしている途中、社長であるレンの父親が困った様子でブツブツぼやいていた。どうしたんですか?と聞いてみると、パソコンがさっぱりでね。との返事が返ってきた。詳しく聞いてみると、ファイルで届いた圧縮データを開けずに困っているのだそう。俺は少しパソコンを拝借して開けてあげることにした。どうぞ。ものの一瞬で解決したことに驚く社長。俺がパソコンを扱えることが分かると、データの打ち込みや簡単な文章作成の仕事をくれるようになった。俺は普通にしているつもりなのに、社長は速さとクオリティに感動している様子。亮太くんがいてくれるの本当に助かる。何度もそう言ってくれるのがすごく嬉しかった。その上仕事も楽しい。俺は正式にバイトとしてパソコンの仕事を手伝うようになった。俺は正式にバイトとして行くからには絶対にしたいことがあった。それはシステムの自動化だ。この工場、伝票や出入金のシステム、受注発注のシステムが全て手作業なのだ。人手が足りてないのに全て手作業で行うのはかなり時間のロスに感じられた。なので俺はまずここから着手し、プログラムを組むことにした。当時の俺には簡単なことではないが、できないことでもなかった。試行錯誤しながらも、なんとかシステムを作り上げることに成功した。俺はワクワクしながら、それを社長に見せた。おおよその反応は想像していたが、彼の喜び方は、そんな予想をはるかに上回るもので。なんて画期的なんだ!と、目を輝かせながら感動してくれていた。生まれて初めて自分の作り出したもので誰かのためになっていることを実感した瞬間だった。この出来事がきっかけとなり、俺はますますプログラミングに力を入れるようになった。学んだらそれを実現することで会社に利益を還元する。やりがいがあって楽しかった。こうしてどんどんのめり込んでいった俺は、結局高校に進学するのをやめた。そして中学卒業後はこの工場で正社員として働くことになった。正社員となってから社長は俺に様々な仕事を与えてくれた。俺はそれを次々とプログラムを組んで自動化していく。タイムパフォーマンスの悪かった職場は目に見えて効率化されていくのが分かった。すると面白いことに、業務が効率化されることで業績自体が上がっていくのだ。それに伴って新しい人材も雇えるようになり、ますます好循環が生まれる。小さな町工場は自動化を起点に、それなりに大きな会社へと成長していくのだった。レンは俺とは違い高校に進学した。高校では真面目に勉強に勤しんだらしく、卒業後は意欲的に父の会社に入社した。将来的には工場の管理を任せたいと社長に言われたようで、その期待に応えるべく現場で精力的に働いている姿が印象的だった。そんな姿を見ていると、本当にあのレンなのかと思って笑ってしまいそうになることがよくあった。一緒に悪さをしていた俺が言うのもなんだけど、今の姿からは昔荒れていたとは想像もつかない。それくらい精力的な頑張りだった。そんな彼を見て、誰もこの工場の後継者だと疑わなかった。しかし想像より何倍も世界は冷徹だった。ある日突然、レンは交通事故で帰らぬ人になってしまったのだ。営業に行ってくる!と笑顔で会社を出て行って、1時間後の出来事だった。事故の連絡を受けて、社長と共に病院に駆けつけた時には、もうすでに手遅れだった。こんなことがあるなんて、こんな不幸が襲いかかるなんて、社長も俺もショックで泣き崩れた。あまりの衝撃に落ち込んで、なかなか現実を見ることができなかった。俺たちにとってレンの存在は何より大きかったのだ。レンのいない将来を想像することなんてできなかった。しかし変わらず世界は回る。それは工場も同じで、そんな時でも変わらず動かさなければいけなかった。俺は悲しい気持ちを押し殺しながら、なんとか働いた。しかし、仕事に打ち込んで、
他のことを考えないようにしても、ふと我に返ると、蓮のことが頭をちらついて、何度も涙が溢れそうになった。しかし、父親である社長の傷は、もっと深いものだっただろう。多くを語るわけではなかったが、いつも息子を見ていたし、信頼していたし、愛していたはずだ。そんな父親の気持ちを思うと、不憫でならなかった。いつも蓮のそばにいてくれてありがとう。私にとっては、君も息子みたいなものなんだよ。ある時、蓮との思い出話を魚に、二人で飲み明かしていた時に、社長がこう言った。実際、社長はずっと俺の面倒を見てくれていたわけだが、蓮がいなくなってからは、俺を蓮の代わりとでも言うように、さらに可愛がってくれるようになった。俺も蓮が恋しかったのもあり、ますます社長を慕うようになっていった。そんな時、蓮の兄、郷が帰ってきた。彼が話に出てくることはあまりなかったのだが、かつて一度、優秀で天才の兄がいるとは聞いていた。実際聞くところによると、兄は県外の大学に進学したそうで、その上大学院まで卒業したらしい。蓮が荒れていた時も、工場の経営が厳しかった時も、姿を見せなかった蓮の兄。彼を初めて見たのは、悲しいことに蓮の葬儀の場だった。軽く会話をしただけだが、蓮とは違い、ひどく冷たそうな印象の男性だった。その兄が帰ってきて、工場の仕事を手伝うようになった。大学院卒業の秀才。きっと頭が切れて、ますます会社がいい方向に行くのだろうと思った。蓮が背負おうとした会社だから、少しでもより良いものになれたらいいな、という気持ちで、俺も働いていた。しかし当の兄は、工場に来てもじっと見ているだけで、仕事をしているようには見えない。その上、話しかけにくいオーラも出ているから、関係を深めることも困難だった。そんな時、さらなる不幸な出来事が起こった。社長が脳梗塞になったのだ。みんながいる場で急に倒れた社長。でもそれは不幸中の幸いだった。倒れてすぐに救急車を呼び、早急に脳梗塞の治療を受けることができたのだ。手術も成功して、命に問題はないところまで回復したが、体に麻痺は残ってしまった。それでも命があったことに俺は、心から安堵を覚えたのだった。だが一方で、兄の郷はというと、社長の体に麻痺が残ってしまったことを理由に、父親を引退させ、自分が社長へと就任してしまった。しかし彼は、実質後継者なわけだから、苦言を呈することができる者は、誰もいない。彼が社長に就任してから、会社はワンマンな経営へと変化していってしまった。そんな郷の経営方針に、昔から勤めていた職人たちは、不満をあらわにしていた。みんな会社の行く末を心配してのことだろう。しかし郷はそんな彼らを次々に退職へと追い込んでいってしまうのだ。その様子を見ていたら、誰も郷には意見をしなくなってしまった。誰も言わないのをいいことに、郷の横暴っぷりはますます加速していくのだった。俺は入院する社長の見舞いに行き、会社の様子を伝えてみた。一通り状況を聞いたところで、社長は困ったような顔をする。でも、どうすることもできないのか。私も今こんな状態だからな。と言って、諦めたように笑ってしまった。このままじゃ、会社がダメになってしまいます。そう思った俺は思わず、熱くなって、大きな声で言ってしまう。ちょうどその時、運の悪いことに、郷が病室に現れてしまった。もしかして、今の話聞かれたか。そう言って、恐る恐る彼の表情を見ると、やはりしっかり聞かれていたようだ。鬼の形相で冷たくこちらを睨んでいた。さて、それからというもの、あの話を聞いていた郷は、その日から俺を目の敵にするようになってしまった。まず何より、俺が中卒だということをバカにし、見下し始めた。面と向かって、お前なんていなくてもいいと
笑われることも頻繁だった。他にもねちねちとした嫌がらせばかり受ける日々、俺は心身ともにすっかり参ってしまうのだった。そんなある日のこと、俺はこの日ちょっとしたミスをしてしまった。幸いそのミスは他の社員がすぐに見つけてくれたので大事には至らなかったのだが、それを郷に見られてしまったのだ。すると彼は相変わらずいつものように、中卒はこれだからと言って俺のことを嘲笑い始めた。中卒の仕事なんて価値ないもんな。そういう郷の発言に思わずカッとなる俺。自分の業務内容を伝えてみるものの、郷はそのくらい誰にでもできると言って譲らなかった。そして郷はついにとんでもないことを言い始めた。中卒のお前はクビだ。そのパソコンのデータすべて消して退職しろ。もう何を言っても無駄だろう。あいにく俺ももううんざりだ。そう思っていた俺はその場で、わかりましたと了承した。言われた通り会社を辞めようと思い席を立つ。そんな俺に追い打ちをかけるようにゴーはさらに続けていった。お前の作ったシステムなどどうせゴミみたいなもんだろう。すべて抹消していけ。高笑いする声。それを聞きながら、もうどうでもいいやと思ったら、俺はその通りにすべてのデータを削除することにした。本当にすべて消えたのか？とニヤニヤ笑うゴー。その顔にムカついた俺はパソコンを床に勢いよく叩きつけてみせた。あたりに響く破壊音の衝撃に驚くゴー。俺はその唖然とした顔に向かって、データを完全に抹消する一番確かな方法は物理的に破損することですよと言って凄んでみせた。ネチネチとした嫌がらせばかりしていたゴーにとって、こういった手法の威嚇は少々馴染みがないようだ。切れてしまった俺が何度も何度もパソコンを床に叩きつける姿に恐怖を感じたのか、どんどん顔色を真っ青に変えていった。社長の言う通り完璧にデータを削除しましたので。すっきりした顔でこういう俺とは対照的にゴーは血の気がない顔だった。腰が引けたように怯えた様子でこちらを向いている彼が何かを言うことはなかった。数日後、俺はぼーっと求人情報誌を眺めていた。次はどんな仕事に就こうか。やっぱりプログラミングに携わりたいな。そんなことを考えていた。ちょうどその時、一本の電話が入った。その相手はゴーだった。今さら何を言われるのだろう。内容に若干興味があったので、電話に出てみることにした。電話に出てすぐの第一声。それは、今すぐ会社に来いという怒鳴り声だった。もちろん行く気はない。もう退職したんで絶対に嫌ですと言ってすぐに電話を切ってやった。辞めた人間に恋だなんてどうかしている。しかも開口一番同性だなんて絶対に行くわけない。その後も何度も何度も着信があった。それが鬱陶しくて煩わしかったので、俺はもうスマホの電源を落とすことにした。そんな中でも俺は社長の見舞いには行っていた。今の会社は大嫌いだけど、それと社長は別だ。俺にとってもう一人のお父さんみたいな存在である社長には定期的に会って話がしたかった。この日は退職して初めてのお見舞いだった。体調どうですか？俺がそう言った途端、社長はハハハと笑い始めた。そして笑いながら、私のことより君だよ。派手にやらかしたな。と言って、俺の頭をぐしゃぐしゃと撫でた。その表情は、怒るでもなく、悲しむでもなく、ある種のすがすがしさをはらんだものだった。そして社長は、今の会社の様子を教えてくれた。社長が言うには、俺がシステムを削除したことで、受注発注システムが起動しなくなり、業務に大きな支障が出ているのだそうだ。取引先からの連絡で会社の回線はほぼパンク状態。取引先からの受注もできず、原材料の発注もできないことから、工場の稼働はほぼ不可能な状態に陥っているということだった。
ここまで来ると今まで黙っていた社員も口を開き始めるものだ。その上、取引先からも大いに責められているようで、ゴーは窮地に陥っているのだった。なるほど、そんな状況なんですね。思った以上に深刻な状況に思わず声のトーンが下がる。しかし社長は、そうそう、どうなることやら、と比較的陽気な様子だった。しかしある程度近況報告が終わったとき、社長はため息をつきながら、ゴーは昔から勉強ができたんだ、と言った。そうですよね。学歴もすごいですもんね。このことに関しては否定の余地がない事実。俺は素直に肯定しながら社長の話を聞いていた。だから周りからはずっとチヤホヤされてきた。レンが荒れたのはゴーに対する劣等感からだったんだと思う。なるほど。一人っ子の俺にはわからないが、そういうこともあるんだろう。レンがあまり兄の話をしなかったことも納得だった。社長は遠くを見るような目で話を続けていた。レンは更生した後、工場を手伝うことで周りの信頼を集めることに成功したこと、それによってゴーが焦り始めたということ、しかもゴーはもともと会社を継ぐ気はなかったということ、それなのに最近売り上げが伸び会社が大きくなったことで考えを変えたということ。赤裸々に語る社長の顔は息子に対して心底参っているようだった。レンが亡くなって自分が会社を継ぐと宣言してきたゴーには、私は何度も意見をしたんだよ。そんな簡単な考えでできることではないってね。でも全く聞く耳を持たなかった。学歴のない父さんが社長になれたんだから、自分にできないことではないって、大した自信があったんだな。そう言って再び諦めたように笑う。黙って何も言わずに話を聞く俺に向かって社長はさらに話を続けた。でもいつかはきっとこうなると思ってた。これは当然の結果なんだ。会社にとっては大損害だけど、ゴーにとっては良かったと思う。お灸を据えられた形になったんじゃないかな。ここまで言って社長は改めてこちらを向いた。そして、すまないね、息子が。ずっと失礼なことを言い続けていたと思う。本当に申し訳ない、と頭を下げた。その姿を見ていると、だんだん俺のゴーに対する怒りも収まっていくようだった。ゴーは横暴で自分勝手で失礼極まりないけど、でも大好きなレンの兄貴であり社長の息子なのだ。その事実を鑑みた時、もう許してあげようという気持ちでいっぱいになった。そこで俺は社長に対してある種明かしをすることにした。社長、実は俺、データを消去したように見せかけてるだけなんです。本当はクラウド上に保管しているんです。もちろんちょっとやそっとじゃわからないように隠してるんですけどね。ここまで言うと社長は驚いた顔をしながらも、やはりどこか安堵の表情を浮かべるのだった。俺は復旧はすぐにできるから会社自体は大丈夫だ、という旨も合わせて伝えてあげた。すると今度は社長が、亮太のことだから会社に本当に不利益になることはしないと思っていた、と言った。そしてその言葉には、愚息を助けてやってくれないか、という願いも込められていた。やはりレンもゴーも社長にとってはどちらも可愛い息子なのだ。そう思うと心も柔らかくなっていくようで、自然と、社長の頼みなら聞かないわけにはいかないですね、という言葉が口から出た。俺はその足のまま会社に向かおうと思ったのだった。会社に到着するや否や、ゴーが新しいパソコンの前で頭を抱えているのが目に入った。視線を感じたのか、顔を上げたゴーが俺の存在を見つける。すると何かを言いたそうに立ち上がったものの、俺の前でそのままうなだれてしまった。そして絞り出すような小さな声で、私が悪かった、お願いだから何とかしてくれないか、とお願いをしてきた。それを受けた俺は黙ってパソコンの前に座る。
そして黙々と作業を始めた。俺が作業している間もゴーは何も話さず、ただじっと見ているのだった。30分くらいが経過した頃だろうか、復旧作業が終わり、システムは完全に元通りとなった。あれほどぐちゃぐちゃで混沌としていた状況が一気に片付いていることに驚いた様子のゴー。改めてこちらを向き、ありがとうと頭を下げた。俺は彼に向かって、あなたのためじゃないと言った。そして目を見ながらはっきりと、社長と蓮のためですと付け加えた。二人がどれだけこの会社を大事に思っていたか、成長させるためにどれだけ尽力してきたかを俺は知ってます。そんな二人だったからこそ、俺たち社員もついていったし、取引先との関係も良好でした。それをあなたはすべてないがしろにしたんです。ここはみんなの思いが詰まった会社です。社長ならもっと大事にしてください。俺がここまで言うと、ゴーは顔を歪め泣き始めた。そして心の底からの声で、すまなかったというのだった。自分のしてきたことを反省し後悔している様子のゴー。今度は彼がぽつりぽつりと話し始めた。私は実は蓮に嫉妬していたんだ。その言葉が意外すぎて目を見開く俺。構わずゴーは話を続けた。蓮は私にはないものを持っていた。例えば私がテストで100点を取っても、クラスの委員長になっても、注目を集めるのはいつも悪さをした蓮の方だった。そんな蓮が羨ましくて憎かった。でも蓮は違った。蓮はいつも私のことを慕ってくれていた。兄貴はすごいと言って褒めてくれて、懐っこく近づいてきてくれた。だから憎かったものの、完全には恨むことはできなかった。こういうゴーの言葉に蓮を思い浮かべる。ゴーが語る蓮はいつも優しかった蓮そのものだと思った。それからもゴーはゆっくりではあるが、たくさんのことを語ってくれた。蓮がいなくなった時、本当に悲しかったということ、自分が蓮の代わりになろうと思ったということ、社長に就任したのもその気持ちからの行動だったそうだ。でも実際は周りのみんなは、蓮がいてくれたらよかったのにというばかり、頑張りたいのにうまくいかないジレンマを感じる日々だったそうだ。そこで俺が蓮の親友だったと聞いて、何とも言えない感情に支配されたそうだ。思えばあれは八つ当たりだった。そういう彼はまた、申し訳なかったと謝る。俺はこのゴーの姿に蓮が見えたような気がした。蓮は本当に心の優しい人だったから、ありがとうとごめんをよく言っていた。今のゴーはその姿とよく似ていて、本当に誠意を持って謝っているのがしっかりと伝わるようだった。蓮からはあまり多くは聞いていませんが、一度あなたのことを、頭が良くて天才で俺とは違う優秀な人と言ってました。蓮が尊敬していたあなたなんだから、失望させないでください。そう訴える俺にゴーはうなずいて、ありがとうというのだった。結局俺の首は取り消され、会社に復帰することになった。社長も退院し、リハビリをしながらできる範囲で会社にも携わっている。そしてあれ以来ゴーは、人が変わったかのように周りの人の意見を取り入れ、慎重にことを進めるようになった。とはいえ、もともと優秀な人なのだ。いいことの吸収が驚くほど早く、その手腕は早くも周りの称賛を得るほどのものだった。加えて俺とゴーの関係も良好。ぶつかり合ったおかげで、今は何でも気兼ねなく言い合える楽な関係性だった。今では俺とゴーと社長で飲みに行くほどだ。それぞれが持つ蓮との思い出話に花を咲かせるのだ。基本的にやんちゃな蓮だから、そのエピソードは破天荒なものばかり。
それでも中には彼特有の優しさが含まれていることに俺たちは皆涙するのだった。大事な親友を失ったことの悲しみは大きい。未だに傷の癒えるものではないけれど、彼との思い出を共有できる人がいるというのはとても嬉しいことなのではないだろうか。今はそんな気がしてならなかった。そんなこんなでいろいろあった社会人10年目だが、俺は今日も変わらず会社のデスクでパソコンを扱っている。そのパソコンのモニターの横には笑顔の蓮の写真が飾られていた。疲れたあと伸びをするたびに目に入るその笑顔を見て、今日も俺はつられて笑ってしまった。ちゃんと仕事しないと蓮に怒られそうだな。そう思った俺はより一層笑みがあふれるのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。やだ、なんであんたみたいな貧乏人がここにいるの？せっかくのお寿司が台無しじゃない。後輩の仕事をねぎらうために来た寿司屋で不意に聞こえてきた聞き覚えのある声。声の方を見るとそこには高校時代の同級生の藤井奈美がいた。なぜかはわからないが、どうにも俺はある時から彼女に嫌われているらしい。高校を卒業し、彼女は国立大に進学し、俺は就職したのでもう会うこともないだろうと思っていたが、まさかこんなところで会うとは。なんでって、見ての通り食事だよ。ありのまま答えると、彼女はふんと鼻を鳴らし、ずいぶん見栄を張ったものね、とじろじろと俺と後輩を見比べた。あ、この後私ここで待ち合わせなの。彼、大企業の出世頭なんだけど、高卒で妥協したあんたは今何してんの？と永遠彼氏の自慢話をする。自分も大企業に勤めているようで鼻高々な様子だ。彼女の態度に憤慨する後輩をなだめていると、間もなく一人の男が店に入ってきたのだが、俺はその男に見覚えがあった。あ、お疲れ様です。奇遇ですね。ナミの言う彼とは俺の可愛がっている部下だったようだ。ナミはぎょっとした顔で立ち上がる。な、あんたたち知り合いだったの？ああ、彼ね、俺の部下だよ。確かにうちの稼ぎ頭だね。俺の名前は清水健二。両親と妹の4人で暮らす至って普通の子供として生まれ育った俺は、クラスに一人はいるお調子者だった。やっぱケンちゃん最高だよな。ケンちゃん、大人になったら俺と芸人やろうぜ。やだよ。俺もっとイケメン俳優とかがいい。楽しいことや面白いことを探すのが好きで、みんなを巻き込んで楽しいことをするのが大好きだった俺は、運動会でも応援団長をやったり、生徒会に入ってみたりした。自分で言うのもどうかとは思うが、いつもみんなの中心にいる人気者だった。卒業文集なんかにある〇〇な人ランキングなんか、全部に俺の名前が入っていた。家庭環境も特別裕福なわけではない一般家庭だったが、親からの愛情は思春期にうざいと思えるくらいには注がれており、なんなら毒親とか、母子家庭とかそういうのがある世の中では恵まれている部類だったと思う。お兄ちゃん、この面クリアできないから手伝って。妹とも仲は悪くなく、こうしてよく一緒にゲームをしたりもする。そういえばこれ先輩からお兄ちゃんにって。マジでめんどくさいからこんなん自分で渡してほしいよね。兄弟仲がいいためか、こうして2個下の妹にラブレターやちょっとしたお菓子のプレゼントをもらったりもして、妹から小言を言われたりもするが、それだけモテてるってことで、まあまあ順調な学生時代を過ごしていたと思う。モテるといえば
俺の幼馴染もよくモテる。藤井奈美といい、母親は女医で父親は社長。隣の家に住んでるお嬢様で幼稚園から一緒だった。家が隣同士なのもあって、家族ぐるみで付き合いがあり、時には一緒に旅行に行ったりもしていた。あ、ケンケン、一緒に学校行こう。おう、前髪切ったか？似合うじゃん。そっちの方がいいよ。こうしてたわいのない話をしながらよく一緒に登校していたので、彼女だと間違われることも多かった。別に俺はまんざらでもなかったし、波も特に気にしていなかったようなので、お互いに否定も肯定もしたことはない。おかげで中学は彼女ができなかったけど。俺は男同士でバカやってる方が楽しかったから、それでいいやと思ってた。ケンジはいいよな。学年のマドンナと幼馴染で付き合ってんだろ？もう漫画じゃん。そういうお前は他校の彼女待たせてんだろ？早く帰れよ。彼女にも早く会いたいけど、俺はお前を迎えに来るマドンナも見たい。部活終わりに着替えながら、そんなバカな会話をする充実した毎日。ナミはマドンナと言われるだけあって、本当に綺麗な子だった。魚の食べ方が綺麗で、誰にでも優しい。そしてかなりの努力家だった。綺麗な長い髪と、細くて長いスラッとした手足に小さな顔。藤井さんって、モデルみたいだよね。あんな子が清水くんの隣にいたら、自信なくしちゃうよね。なんて女子が話していたりもする。ケンケン、高校どこ行くの？受験が近づくと、自然とそういう話題になる。俺は幸いにも成績はいい方だったので、サッカーの強豪でもあった、地元で一番の進学校を目指すことにしていた。そうなんだ。じゃあ私もそこ目指そうかな。お母さんに医者を目指してほしいって言われてるし。なんだよそれ。じゃあ高校でも一緒か。頑張ろうぜ。休みの日はどちらかの家で勉強して。ケンちゃんがナミと同じ高校でよかったわ。頑張ってね。なんてナミの母親が高いケーキを差し入れてくれたり、俺らの受験勉強に混じって妹がテスト勉強をしていたりと、かなり良好な関係だったと思う。しかし、高校に上がって一年、ナミとの関係は一変した。無事に二人とも志望校に合格し、手を取り合って喜んだ俺たちは、最初は一緒に登校していたが、いつしかナミの態度はおかしくなり、二年に上がる頃には、口も聞いてくれなくなっていた。なんか最近、ナミの様子がおかしいんだよな。お兄ちゃんなんかしたんじゃないの？ああだこうだと兄弟で言い合っていると。ナミちゃん元から可愛い子だったけど、高校入ってさらに美人になったわよね。彼氏でもできたんじゃない？と母親が言い出し、妹も。あ、確かに。あんなに可愛いのに、中学はお兄ちゃんがずっといたから彼氏もできなかったじゃん。妹の学年でも、俺とナミのことは時々話題になっていて、彼氏を作るにあたって、俺が邪魔になったのではないかと結論付けた。まあ俺も同じくそれで彼女ができなかったし、お互い様だ。確かに高校生になってからは部活も忙しかったし、朝練で朝会うこともほとんどなくなったので、知らぬ間にナミに彼氏ができていてもおかしくはなかった。学年1、2位を争うほど頭が良くて、スポーツもそつなくこなす。おまけに顔もスタイルも完璧な美人ともなれば、他クラスや他校の生徒もナミを見に来るし、文化祭もナミ目当ての人が男女問わず多かった。なんとなく隣にいるのが当たり前だと思っていたナミが、なんだか少し遠くに感じて、寂しい気持ちもあったし、さすがのお前もサッカーにガチすぎて、彼女だったマドンナに振られてやんの。うるせえ。そもそもただの幼馴染で付き合ってねえっつの。なんて仲間にからかわれたりもしたが、俺もそれなりに忙しかったし、相変わらずモテはしたので、
適当に彼女を作って気持ちをやり過ごしていた。高校3年、そろそろ夏休みに入ろうかというタイミングで、両親が交通事故に遭った。父は他界し、助手席に座っていた母は、命はあるものの半身不随となった。父との突然の別れと、これからのことを考えて、母は塞ぎ込み、妹もすっかり元気がない。保険金はそれなりに入ってきたが、半身不随の母は、これまで専業主婦だったし、これから定職に就くのは難しいだろう。リハビリや介助が必要なことを考えると、現実は厳しいものだ。俺、大学は行かない。就職するよ。家族にそう告げたとき。なんでよ、あんないい高校行っといて就職？ごめんね、お母さんがこんなんなっちゃったから。母にはひたすら謝られ、妹からは必死に止められた。いや、母さんのせいじゃないよ。俺やりたいことができたんだ。学校でも進路指導の先生にかなり説得されたが、俺の思いは揺るがなかった。やりたいことが明確化した今、大学へ進むのはかえって遠回りな気がしていたし、保険金はできるだけ半身不随となった母が過ごしやすいように家をリフォームするのに使いたかった。妹を大学に行かせてやりたいとも思っているし、何を言われても俺の頭にはもう大学進学の文字が浮かぶことはなくなった。ちょっと、あんたどういうことなの？父が亡くなって四十九日が過ぎた頃、家の前に波がひどく起こった様子で待っていた。どういうことって何が？俺、お前に何かしたっけ？ここ最近の波の無視するような態度も相まって、少しムッとした俺は突っぱねるように返事をする。あんた、就職するつもりなんだって？誰から聞いたのか、それとも妹にでも説得するように言われたのか、波はものすごい剣幕でまくし立てる。ありえない。ありえないわ。私は国立大に行くわよ。なのにあんたは高卒で就職？学歴で何でも判断されるこの世の中で？あんた人間辞めたいわけ？絶対に後悔するわよ。久しぶりの幼馴染との会話がこれかと、少し悲しくなった俺はため息をついた。波はハッとしてうつむく。おじさまのことは残念だと思うわ。でも奨学金だってある。それでも足りないなら、私がパパにお願いして、お金を用意してもらうわ。あんたの頭なら、国立大だって行けるはず。なのにどうしてなの？そういう波の顔は、ひどく暗いものだった。あのな、波。俺は自分の意思で決めたの。やりたいことがあるんだよ。お前こそ何なんだよ。急に俺のこと避けたと思えば、そんなこと言うために待ち伏せしてたのかよ。付き合いきれなくなった俺は、家の門に手をかける。そんなつもりじゃ。あなたは評価されるべき人間だわ。高卒で終わるなんてありえない。だけど結果を出さないと評価なんてしてもらえないのよ。震える声で波を俺の背中につぶやいた。すがるような悲壮感にあふれたその声に、俺は一瞬振り返りそうになったが、俺は振り向かず家に入った。ただいま。お兄ちゃん、大丈夫？外でのやりとりが2階の妹の部屋から見えていたのだろう。心配そうに俺に声をかける。ん、平気。そういやお前、波に俺が就職するの言ったのか？ナミちゃんとは全然話してないよ。会わないもん。それに最初はお兄ちゃんのことだから、家族のために就職しようとしてるって思って反対したけど、やりたいことがあるなら私は応援するよ。そうにこりと微笑むと、ご飯、テーブルにあるから食べちゃって。と、また2階に戻っていった。それからナミとは学校ですれ違う以外に会うこともなく、学校ですれ違ってもよそよそしいまま高校を卒業し、俺たちは喧嘩別れのままそれぞれの道へと進んでいった。
俺の苦い青春から10年、せわしない日常を重ね、やりたいことを実現させた俺は、後輩を連れてお気に入りの寿司屋へと来た。昔、先輩に連れられ、ここの味が気に入ってからは、何かと節目でご褒美として、ここに来ることにしている。大将、お久しぶりです。もう8年の付き合いになる大将と、にこやかに挨拶を交わす。いらっしゃい、清水くん。お疲れさ。まずねぎらいに瓶ビールを一本。これがいつものここでの流れだった。清水さん、ここ雰囲気いいですね。だろ？お気に入りでずっと通ってるんだ。まあ、高級な店だし、今じゃ予約取るのも難しいから、節目のご褒美にだけどね。俺がグラスに注いだビールを一気に飲み干すと、先付けが出てくる。清水くんはもう長いし、彼が連れてくる後輩や部下が真似して節目に通ってくれるんだ。ニコニコと大将は寿司を握り始める。わっ、マジで美味しい。本当にいい店知ってますね。先付けを食べた後輩が簡単の声を上げる。今日はお前、あのでかいプロジェクト成功で終わらせたご褒美だし、存分に味わえよ。美味しそうに頬張る後輩を見て嬉しくなった俺も先付けに手をつける。この寿司を食うためにでかい仕事を頑張れると言っても過言ではない。俺と後輩は夢中で食事を堪能していると店のドアが開き聞き覚えのある声がした。予約よりちょっと早いんですけど大丈夫ですか？彼ももうすぐ来るので。その聞き覚えのある声に俺は思わず振り向いた。やだ、なんであんたがここにいるわけ？ありえない。俺が知っている姿よりもさらに美しさに磨きがかかり、それはもう眩しいほどだった。藤井奈美、俺の幼馴染で最後には喧嘩別れをした女。何でも何も見ての通り食事だよ。俺は平静を装って何でもないように答えた。俺と後輩を交互に見比べると、つかつかと俺に歩み寄る。ずいぶんと見えっ張りになったのね。ナミは鼻で笑う。彼が予約困難なお寿司屋さん予約してくれたから来てみたけど、あんたみたいな貧乏人も来れるなんて、たかが知れてるわね。その一言に俺はカチンと来て言い返す。お前な、大将の前で失礼だぞ。それに俺はこの店が好きで定期的に使わせてもらってんだ。お前こそどうかしてるぞ。彼氏が来るんだろ。さっさと行けよ。俺がうんざりした調子で波を追いやると。それもそうね。私はあんたと違って妥協せずちゃんと学歴を積んだから、今じゃ大企業の OL だし。あんた、OOM って会社知ってる？知らないわけないわよね。だってユーチューバー事務所の最大手だもの。数年で上場した大きな会社なんだけど、彼はそこの出世頭で次期社長なの。父親の死を理由に妥協したあんたはどうなの？まあここに来てるくらいだし、貧乏もちょっとはマシか。ふふん、と仁王立ちで勝ち誇ったような笑みを見せる波に後輩が憤慨する。ちょっと、さっきから聞いてれば何なんですか？彼氏がすごいと自分も偉いと錯覚するんですね。それにその話も本当かどうか。まあまあと俺は後輩をなだめる。しかし知っている会社の名前が出てくると、さすがに俺も黙ってはいられない。 OOM ね、知ってるよ。だって俺が立ち上げた会社だしね。俺が静かに言うと店のドアが開き、これまた見覚えのある男が入ってきた。あれ？清水社長、奇遇ですね。お疲れ様です。店に入るなり俺に気づいて頭を下げる男に、ナミは驚きの表情を隠せていなかった。彼は木島哲郎、俺の部下で、俺の右腕。一番可愛がっている男だ。ナミ、待たせてすまなかったね。清水さんと知り合いだったの？ナミに優しく問いかけるも、ナミは放心状態だ。清水さんに連れてきていただいてから、
僕もすっかり虜で、こうしてひいきにさせてもらっています。爽やかな笑みを浮かべる鉄郎に、俺も面食らった。ふむ、確かに鉄郎はうちの出世頭だね。俺は思わずつぶやく。後輩も後ろでうーんとうなずいていた。清水さんまでやめてくださいよ。頑張ってるのは俺じゃなくてクリエイターたちですよ。メディアがいいように俺のことを書きすぎなんです。と、謙遜する鉄郎をますます不思議に思った。子供の頃からみんなを巻き込んで楽しいことをするのが好きだった俺は、どうしてもエンタメ業界に入りたかった。父を亡くして悲しみに暮れた母や妹を見て、俺が真っ先に思いついたやりたいことは、世界中を楽しませることだった。高校を卒業してからは、地元の広告代理店に就職したが、その間もずっとエンタメ業界について徹底的に勉強し、YouTube に目をつけた。自分でも実際に発信してみて、なかなか難しいなと感じていたところに、同じく YouTube で発信している人と出会う機会ができた。そこでお互いの悩みを吐露し、じゃあ会社を起こそうと起業したのだ。YouTube という時代の波に乗れたこともあり、あっという間に会社は軌道に乗り、まだ上場前からうちで働き、スタークリエイターのマネジメントをしてくれているのが、この鉄郎。確かに彼がうまくクリエイターたちをマネジメントしてくれるおかげで、会社はここまでになったが、彼はわざわざ彼女に自分は出世頭だとか、次期社長だとか言うだろうか。そりゃ上司の前と彼女の前では、多少の違いはあるのだろうが。俺が首をかしげていると、俺と波のただならぬ雰囲気を察した鉄郎は、何かありました？と、いぶかしげに尋ねる。ああ、俺とそこにいる波は、実家が隣同士の幼馴染だったんだよ。昔は仲が良かったと思っていたんだけど、いつからか彼女は、大層俺が気に入らないみたいでね。ここも高卒の貧乏人である俺が来るような店だから、大したことないと言っていたよ。大将、すみませんね。俺のせいでこの店の品位まで下げてしまっていたようだ。俺はちらりと波を見る。違うの？波はふるふると首を振った。波は君のことを随分自慢に思っているんだね。君がうちの次期社長だと嬉しそうに話していたよ。鉄郎は波に冷たい眼差しを送る。恋人がかなりの無礼を働いたようで、大変失礼いたしました。この件に関しては、彼女と話をして後日報告させてください。大将も申し訳ないです。これ、今日のキャンセル代です。鉄郎は大将に深々と頭を下げ、近くの従業員にまた来ますとキャンセル料を支払うと、小さく冷たい声で、行くよ、と波を連れて店を出て行った。波は足元もおぼつかず、その目からは涙がポロポロとこぼれていた。ふぅ、と大きく息をつく。本当にすみませんね、大将。雰囲気を悪くしてしまった。せっかく食事を楽しみに来たのに、これじゃ台無しだ。いやいや、清水くんは悪くないよ。大将はニコニコと次の料理の準備をし始めた。後輩も横で、そうだそうだと大将に同意する。しかし意外ですね。木島さんがあんな女と付き合ってるなんて。仕事はできても、意外と女を見る目がないんですかね。と、のんきに首をかしげるので、俺も大将も思わず吹き出した。いやいや、あれでも昔は本当にいい子だったんだよ。高校上がってからかな、変わっちゃったの。俺は懐かしむようにぬるくなったビールを飲む。後輩くん、それを言うのは野暮ってもんだよ。なんて言って大将も笑う。後輩はキョトンとした顔で、なんかすみません、と頭をかけチューハイを注文した。翌日、本来なら鉄郎は今日から出張なのだが、朝早くに会社に顔を出し、社長、昨日は本当に失礼いたしました。彼女とも話し合って、
別れることにしました。詳しい報告は近いうちに、またお時間いただけますか?と短い報告を残して金沢へと旅立った。そうか、別れたのか。少し悪いことしたかなと思いつつも、俺は哲郎を送り出し、いつも通りの仕事に戻った。二日後出張から帰ってくる哲郎と、会社近くのカフェで待ち合わせをする。すみません、お待たせしました。急いだ様子で俺の待つ喫茶店にやってくる哲郎は、心なしか晴れやかな顔をしていた。哲郎、お疲れ様。そんなに急がなくてもいいのに。いえ、早くお話ししたくて。聞いてくださいよ。社長、ナミに嫌われてると思っていたでしょ?違うんですよ。社長の凄さに嫉妬していただけなんですって。サッカー部に入るために進学校に進学して、部活に打ち込みつつも常に成績トップの社長に対して、ナミは勉強のためにと部活にも入らず、勉強しているのに社長には及ばなくて、それで家でも結構言われてたみたいですね。まあ、彼女少し虚言というか、話を盛る癖があるので、どこまで本気かはわからないんですけど、思わぬ事実に俺は開いた口が塞がらなかった。嫉妬?そして俺は思わず肩を揺らした。確かにナミの家は両親も優秀だし、厳しいところはあるけど、それで嫉妬か。くっくっと笑いつつも、俺は喧嘩別れをしたあの日のことを思い出した。学歴で何でも評価されるこの世の中で、結果を出さなきゃ評価なんてしてもらえないのよ。ナミのあの時の言葉を反芻する。いやあ、あながち嘘ではないかもな。ナミの母はナミが医者になることを望んでいたし、進学校なだけあってもしも多かった。きっとその具体的な志望校の可能性を模試で突きつけられて、ナミも追い詰められていたのかもしれない。そして聞いてください。ひどいんですよ。俺がこの会社の出世頭だと雑誌で紹介されてるから付き合ってるだけなんて言ったんです、彼女。俺の経歴と肩書きしか見てなかったんです。俺はちゃんと愛してたのにな。次期社長ってのもナミが、勝手に。出世頭なんだからそれくらいなるでしょ、って。そう話す哲郎は少し寂しげだった。女を見る目は確かにないようだ。寿司屋での後輩の顔が浮かぶ。あ、あと人望があって人気者。親も自分の理想を社長に押し付けたりしなくてずるい。とも言ってましたよ。本当に社長って何者なんです？そう言ってコーヒーを飲む哲郎に俺は苦笑した。俺自身は何でもないよ。家族に関しては親に感謝しないとな。今の会社だって哲郎やクリエイターたちのおかげだしね。これは本当にそうで、俺はその時できることをただやっていただけだった。あ、ナミと昔付き合ってたんですか?本当は社長のこと、今でも大好きみたいですよ。忘れられないって言ってました。ニヤニヤとこちらを見る哲郎に、付き合ってないよ。でも俺もナミと喧嘩別れするまでは好きだったのかもな。あれから3年が経ち、俺は妻とデートに来ていた。2年ほど前から交際していた彼女と結婚し、彼女のお腹には新しい命も芽吹いている。今日は出産前に妻の気分転換も兼ねて買い物に来ていた。かな、ここのノンカフェインのハーブティーが種類豊富で美味しいんだって。インスタで紹介されてたんだ。少し休憩しよう。お腹が大きくなってきて、少し歩くのも大変なはずなのに、今日はたくさん歩き回ったので、妻を休憩させるためにカフェに入る。何飲む?俺買ってくるから先に座ってて。二人分の飲み物を持って妻の元へ行くと、偶然にも近くの席にナミがいた。あ。ナミもどうやらこちらに気づいたらしい。二人同時に声を上げた。久しぶりだな。そっちこそ。柔らかく微笑むナミは中学の頃の雰囲気に戻っていた。本来のナミはこういう物腰の柔らかい優しい女の子だった。
波の向かい側には柔和な雰囲気のおっとりとした男が座っていた。私、来週この人と結婚するの。あの時のこと後悔してるわ。だからちゃんと私と向き合ってくれる人を大切にしたくて。波はまっすぐ俺を見る。ケンケンはずっと変わらないんだね。あの人奥さんでしょ？とっても幸せそう。私もケンケンみたいに誰かを幸せにできるかな。前見てみろよ。少なくとも今一緒にいる男は波といて幸せなんじゃないの？それでいいじゃん。まずは家族だろ。波の彼氏はうんうんとうなずく。じゃ、俺奥さんとこ戻るわ。幸せになれよ。彼氏に小さく会釈をして、妻の元へ戻る俺の手をつかむ波。ぐいっと引き寄せ、こっそりと耳打ちした。私がケンケンのことずっと好きだったの。内緒にしてね。そう言っていたずらっぽく笑う波に、一瞬ドキリとしたが何も言わず、心の中で、俺も好きだったよ、と返す。妻の元へ戻ると、綺麗な人ね、とニヤニヤ尋ねるので、俺の初恋の人、もう随分と前に振られたけど、へえ、とニコニコ笑う妻に、先ほど買ってきたドリンクを手渡す。ふふ、少し嫉妬しちゃった。よそ見しないで。指で俺の方をつまみ、少しむくれて拗ねたそぶりを見せる妻がとても愛おしかった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。君のような残業代稼ぎのダメ社員は会社に必要ない。すぐに退職するように。新社長の藤井陽平から冷たい言葉を浴びせられ、僕は動揺を隠せなかった。何とか説明しようと試みた。社長、それは誤解です。実際のところ、データ処理の業務が僕一人に集中していて、どうしても時間がかかってしまうんです。属人化を解消するために、他の社員にも教えたいと考えているんですが。しかし、その瞬間、石川が間に割って入り、僕の言葉を否定した。社長、彼はただ言い訳をしているだけです。業務の効率が悪いから残業が多いんです。社長は石川の言葉を信じ、再度冷たく命じた。話は終わりだ。今すぐに退職手続きを進めるように。翌日、スマートフォンが鳴り響いた。画面には社長、藤井陽平の名前が表示されていた。嫌な予感がして電話には出なかったが、数分後には玄関のチャイムが鳴った。ドアを開けるとそこには陽平が立っていた。和正君、頼む、助けてくれ。僕の名前は佐藤和正。人前に出るのが苦手で、黙々と自分の仕事に取り組むのが得意なタイプだ。生まれ育った町は小さな地方として、特別なことは何もない場所だった。だがそこでの生活は僕にとって大切な思い出が詰まっている。中学生になったばかりの頃、家族にとって大切な柱だった父を事故で失った。その日を境に僕の世界は一変した。父の存在は僕にとって絶対的なものだっただけに、その喪失は想像を絶するものであり、大きなショックを受けた僕は次第に自宅に引きこもりがちになってしまった。部屋に閉じこもっていると、父との思い出が次々と蘇る。あの笑顔、あの声、そして、自分を信じて頑張るだけ、という父の言葉。それらが心を支えてくれた。しかし、それでも日常生活は続く。母は僕を何とか立ち直らせようと、根気強く話しかけてくれた。カズマさん、お父さんの言葉を忘れないで。コツコツ頑張ることが大事なんだから。母のその言葉に少しずつ前を向く決意を固めた。学校には通えなくなっていたが、自宅での勉強は怠らなかった。コツコツと積み重ねることが自分にできる唯一の父への恩返しだと思ったからだ。父の教えを胸に毎日少しずつだが努力を重ねた。
こうして僕の中学時代は静かに、しかし確実に進んでいった。高校生になった僕は母の許可を得て、父が残したパソコンを引き継ぐことになった。父が大切にしていたそのパソコンは、僕にとって新しい世界への扉となった。初めてキーボードを叩いた時の感触、スクリーンに映し出されるコードの数々、すべてが新鮮で心を奪われた。寝食を惜んでプログラミングの勉強に没頭する日々が始まった。学校の授業が終わると急いで帰宅し、パソコンの前に座り続けた。毎晩遅くまでコードを書き、エラーに悩まされながらも、その過程が楽しかった。自分の手で何かを作り出す喜びを初めて感じた瞬間だった。ある日、母が夕食の席でぽつりと言った。カズマさ、エンジニアって知ってる？突然の問いかけに驚いて顔を上げた。エンジニア？そう、コンピューターを使って仕事をする人たちのことよ。カズマさみたいにコンピューターが好きな人にはぴったりの仕事かもしれないわ。その言葉に大きく勇気づけられた。父の教えを守り、自分を信じてコツコツと努力することが未来への道を切り開くと信じてきてよかったと思えた。そしてエンジニアという新たな目標が明確になっていった。高校生活はほとんどパソコンと向き合って過ごした。友達と遊ぶことも少なく、学校のイベントにもあまり興味を持てなかった。ただひたすらにプログラミングに打ち込む日々、それが僕にとっての青春だった。人との交流は苦手だったが、パソコンの前にいる時だけは自分が生き生きと感じられた。父の残したパソコンは僕にとって宝物であり、父からの最後の贈り物だった。ある日、母がふとした瞬間に言った。カズマさん、あなた、お父さんに似てきたわね。科目で一つのことに集中するところがそっくりよ。その言葉を聞いて、少しだけ誇らしい気持ちになった。父のように立派な人間になりたいという思いがさらに強くなった。高校を卒業した後、工業系の大学に進学した。プログラミングの世界に没頭し、知識を深める毎日は充実していた。しかし、卒業を控えた時期になっても、具体的に挑戦したい仕事が見つからなかった。プログラミングは好きだが、それをどう生かすべきかが分からなかったのだ。カズマさん、卒業後はどうするつもりなの？母の問いかけに正直に答えた。まだはっきりとは決めてないんだ。プログラミングは好きだけど、エンジニアにもいろいろな分野があるし、どの道に進むべきか迷ってるんだ。母は静かにうなずき、優しく言った。それなら無理に決めなくてもいいと思うわ。お父さんも最初はいろいろな仕事を経験して自分に合った道を見つけたんだから、カズマさも焦らず自分に合った仕事を見つけるといいわ。その言葉に少しだけ心が軽くなった。興味のない仕事に従事していいのか、自分の道を見つけるためにはどうすればいいのか、母と何度も話し合いを重ねた。母の支えがあったからこそ自分のペースで進むことができた。ある日、思いがけない訪問者があった。ドアを開けると、そこには父が生前勤めていた会社の社長、藤井康雄さんが立っていた。母が招き入れると、藤井さんは懐かしそうに家の中を見回した。カズマサ君、久しぶりだね。お父さんが亡くなってからもずっと頑張っていると聞いているよ。藤井さんは優しい笑顔でそう言った。少し緊張しながらも頭を下げた。ありがとうございます。母が席を進めると、藤井さんは腰を下ろし、母としばらく話し込んだ。話題は僕の将来のことに及んだ。カズマさん、これからどうするのか決めているの？母の問いかけに僕は正直に答えた。まだ迷ってるよ。プログラミングは好きなんだけど、具体的にどの道に進むべきか。藤井さんは静かにうなずき、考え込むようにしていた。そしてふと顔を上げ、僕に向かって言った。カズマサ君、うちの会社に来ないか？
君のお父さんが勤めていた食品関係の小売業だ。エンジニアとしての道もいろいろあるけれど、君のような人材を必要としているんだ。その言葉に驚いた。父が勤めていた会社に入るという選択肢は今まで考えたこともなかった。しかし父の恩師である藤井さんからの誘いは心に響くものがあった。ぜひ検討させていただきます。ありがとうございます。深くお辞儀をしながら答えた。母も優しい目で見守っていた。こうして新たな一歩を踏み出すきっかけが訪れたのだった。晴れて父が勤めていた食品関係の小売業の会社に入社した。しかし陰気で内気な僕は最初のうちなかなか会社に馴染めなかった。社内の活気に圧倒され、どう接していいか分からず、黙々と自分の仕事に集中するしかなかった。佐藤君、君のお父さんには本当にお世話になったんだよ。そんなある日、先輩社員の一人が話しかけてきた。彼は父をよく知る同僚の一人で、親しみを込めて話しかけてくれた。君、父親にそっくりだな。寡黙だけど、真面目で一生懸命なところが特にね。その言葉に、少しだけ救われた気持ちになった。父の影を追い求めるようにして、自分にできることを一生懸命にこなしていこうと決意した。毎日コツコツと与えられた仕事をこなし、少しずつ業務の流れを覚えていった。はじめは戸惑いもあったが、周囲の助けを借りながら、次第に仕事に慣れていった。和正くん、君、最近頑張ってるね。上司からそう言われたとき、少しだけ誇らしい気持ちになった。努力が少しずつ認められている実感があった。やがて努力が評価され、周囲からも受け入れられるようになった。以前はなかなか声をかけてくれなかった同僚たちも徐々に話しかけてくれるようになった。少しずつだが会社に馴染んでいった。父の教えを胸に自分のペースで成長していった。そしてこれからも努力を続け、会社に貢献していこうと心に誓った。そんなある日、会社でシステム上の大きなトラブルが発生した。突然、業務が滞り、社員たちは混乱に陥った。重要なデータがアクセス不能になり、会社全体が停止状態に陥ったのだ。システムがダウンしている。すぐに復旧作業に取り掛かれ。指示が飛び交う中、冷静に状況を把握しようとした。プログラミングの知識を総動員し、問題の原因を突き止めるために奔走した。和正君、手伝ってくれるか？同僚の声が響く。無言でうなずき、パソコンに向かってキーボードを叩き続けた。エラーコードを解析し、システムの再構築を試みる。時間が経つにつれ、周囲の焦りが伝わってきたが、集中を切らさずに作業を続けた。数時間後、ついに問題の根源を突き止め、システムを復旧させることに成功した。やった！復旧したぞ！歓声が上がる中、静かに安堵の息をついた。周囲の視線が一斉に僕に向けられた。和正君、本当にありがとう。君がいなければどうなっていたことか。皆が感謝の言葉を口にした。僕はただうなずくしかなかったが、その瞬間、自分の努力が報われたと感じた。この一件をきっかけに一目置かれる存在となった。システムトラブルを見事に解決したことで、同僚たちからの信頼も厚くなった。数年後、データ管理に関する重要な部署に配属された。ここでは全国の支店から集まる膨大なデータを一手に引き受ける役割を担うことになった。新しい部署に配属された僕を待っていたのは、石川という身勝手な上司だった。石川は自分の仕事を他人に押し付け、自分は楽をしていた。最初はその姿勢に戸惑ったが、黙々と与えられた仕事に取り組み続けた。佐藤君、このデータも君に任せるよ。頼むね。石川はそう言って、またもや大量のデータ処理を押し付けてきた。彼が自分の仕事を僕に任せることで、彼自身は楽をしていた。しかし、僕はそれに屈することなく、自分の仕事に集中し続けた。夜遅くまでパソコンに向かい、膨大なデータを処理する日々が続いた。
疲れ果てることもあったが、父の教えを胸にコツコツと努力を重ねた。その結果、次第に支店のデータをすべて処理する唯一の人物になっていった。和正君、君がいなければどうにもならないよ。同僚たちからも感謝の言葉をもらうようになった。しかしその一方で、石川の態度は変わらなかった。彼は相変わらず自分の仕事を押し付け、楽をし続けた。石川さん、これ以上はちょっと。心配するな、佐藤君。君ならできるさ。その言葉に心の中でため息をついた。しかし僕は諦めず、自分の仕事に取り組み続けた。努力を続けることで、いつか状況が変わると信じていた。やがて僕の努力は周囲に認められるようになり、支店のデータすべてを処理する唯一の存在としての地位を確立していった。しかしその状況に次第に問題を感じ始めていた。僕一人がデータ処理を担当することで、業務の属人化が進んでしまっていたのだ。このままでは僕がいなくなった時に業務が回らなくなる可能性がある。石川さん、このままでは問題が起こるかもしれません。属人化を解消するために、他のメンバーにもデータ処理の方法を教えるべきです。ある日、石川に提案してみた。しかし石川は一生に伏していった。そんなこと心配するな、佐藤君。君がいれば大丈夫だ。わざわざ他の人に教える手間なんてかけなくていい。その言葉に落胆した。石川は自分の楽を優先し、問題を真剣に捉えていなかった。しかし諦めるわけにはいかなかった。そこで部署の後輩である中村陽子に相談することにした。陽子さん、ちょっと相談があるんだけど、時間あるかな。陽子は心よく応じてくれた。彼女は熱心で向上力のある若手社員だった。実はデータ処理の業務が僕一人に集中してしまっていて、このままだと問題が起こるかもしれないんだ。君に少しずつ教えていきたいんだけど、どうだろう。陽子は真剣に話を聞いてくれ、即座に了承してくれた。こうして陽子にデータ処理の方法を少しずつ教え始めた。しかしその矢先、大問題が発生した。社長が突然倒れたのだ。すぐに病院に運ばれたが、脳梗塞だと診断された。社長が倒れたって。社内は一気に混乱と不安に包まれた。業務の一部も滞り、暗い雰囲気が漂った。僕たちは一丸となって業務を続けるしかなかったが、心の中には大きな不安が広がっていた。社長が脳梗塞で倒れたという知らせは社内に衝撃を与えた。すぐに病院に搬送され、幸いにも命に別状はないとのことだったが、しばらくの間は業務に復帰できない状態だった。社内には混乱と不安が広がり、業務の一部も滞りがちになり、暗い雰囲気が漂った。どうなるんだろう。社長がいないと不安だな。社員たちの間には不安の声が漏れ始めた。そんな中、ある日突然、社長の息子である藤井陽平が会社に現れた。彼は異業種からやってきて、急遽新しい社長に就任することとなった。これからは私が社長を務めることになります。よろしくお願いします。陽平はその挨拶で始まり、業務改革に着手した。しかし彼の経営方針は効率ばかりを重視し、社員の気持ちを全く考慮しないものだった。このプロジェクト、効率が悪い。すぐに改善策を講じろ。彼の厳しい指示と冷徹な態度は社員たちの士気を下げるばかりだった。これまで温かい雰囲気で仕事をしてきた社員たちは次第に不安とストレスを抱えるようになった。しかし会社のためには彼の方針に従わざるを得なかった。新社長である藤井陽平は社員を細かく数値で評価し、実績だけを重視する方針を打ち出した。彼はすべての業務を数値化し、各社員のパフォーマンスを厳密に監視した。君の成績は基準に達していない。このままでは解雇だ。陽平は
冷徹な言葉で社員たちに告げた。彼が設定した基準に満たない社員は容赦なく解雇され、会社の雰囲気は一気に険悪なものとなった。社員たちは次々と解雇され、残った社員たちは次第に不安とストレスを抱えるようになった。こんなやり方続けられないよ、社長に直訴しよう。耐えきれなくなった社員たちは傭兵に直訴することを決意した。ある日、数人の代表が彼のオフィスに集まり意見を伝えた。社長、こんな評価基準では社員が疲弊してしまいます。少し見直していただけないでしょうか。しかし傭兵は一切耳を貸さなかった。数字が全てだ。成果を出せない社員は会社に必要ない。以上だ。彼の冷淡な態度に社員たちはさらに失望した。社長の横暴に耐えきれず、多くの社員が自主退職することを選んだ。その結果、会社に残った社員の負担は大きくなっていった。業務は増える一方で、人手が足りない状況が続いた。僕もその影響を強く感じていた。ある日、社長から僕に対しても厳しい言葉が投げかけられた。佐藤君、君は毎日遅くまで残業しているが、残業代稼ぎのために仕事を引き延ばしているのか？その言葉に驚き、反論しようとした。いえ、社長、それは違います。実はデータ処理の業務が僕一人に集中してしまっていて、どうしても時間がかかるんです。属人化を解消するために他の社員にも教えたいと考えています。真摯に事情を説明し、属人化の問題を解消したいと訴えた。しかし、その瞬間、石川が新社長と僕の間に割って入った。社長、彼はただ言い訳をしているだけです。実際、業務の効率が悪いから残業が多いんです。石川はそう言って、僕の言葉を否定した。社長は石川の言葉を信じ込んだ様子だった。君のような残業代稼ぎのダメ社員は会社に必要ない。すぐに退職するように。僕の心は沈んだ。誤解が解けないまま、社長の冷たい言葉が突き刺さった。社長、どうかもう一度だけお話を聞いてください。僕は。話は終わりだ。今すぐに退職手続きを進めるように。社長の決定は覆らなかった。石川の妨害によって、僕の努力と真意は伝わらず、残業代稼ぎのダメ社員という誤解を解くことはできなかった。結局、辞職する覚悟を決めるしかなかった。自分の努力が認められないどころか、誤解されたままでいることに耐えきれなかった。中村さん、少し時間をもらえるかな。後輩の中村陽子に声をかけた。退職する前に少しでも多く業務の引き継ぎをしようと考えたからだ。中村は驚いた表情を浮かべながらもすぐに応じてくれた。和正さん、どうしたんですか？実は僕は会社を辞めることになったんだ。だから少しでもデータ処理のやり方を君に教えておきたいんだ。中村は驚きと困惑の表情を浮かべたが、すぐに理解してくれた。そして引き継ぎの準備を始めたその時、石川がオフィスに入ってきた。佐藤君、引き継ぎのことは心配しなくていい。あとは自分がやるから。石川はそう言って引き継ぎを妨害した。彼の意図は明白だった。僕が退職することでさらに自分が楽をするためだった。でも石川さん。いいんだ、君はもう必要ないんだから。石川の冷たい言葉に何も言い返せなかった。こうして引き継ぎができないまま10年近く勤めた会社を退職することになった。会社を去る日、オフィスのドアを閉めながら複雑な思いを抱えたまま、これまでの努力と時間が無駄になったような気持ちでいっぱいだった。退職した翌日、スマートフォンが鳴った。画面には新社長藤井陽平の名前が表示されていた。嫌な予感がして電話に出なかった。辞めたばかりの会社からの連絡などいい知らせであるはずがない。しかしそのまま放置しておくことはできなかった。数分後、
玄関のチャイムが鳴り響いたのだ。ドアを開けるとそこには傭兵が立っていた。佐藤君、頼む、助けてくれ。傭兵の顔は疲れ切っており、その様子からただならぬ事態が起きていることが分かった。どうしたんですか？データ処理がうまくいかなくて、すべての支店が営業停止状態なんだ。君がいなくなってから誰もこの状況を解決できないんだ。傭兵は焦りと不安を隠しきれずに訴えた。その瞬間、僕の心には複雑な思いが込み上げてきた。会社を去った身ではあったが、自分が長年勤めてきた場所が困難に直面しているのを見過ごすことはできなかった。わかりました、すぐに本社へ向かいましょう。傭兵と共に本社へ向かうことを決意した。車に乗り込みながら、再び会社のために力を尽くす覚悟を固めた。これまでの努力が無駄ではなかったことを証明するために。本社に到着し、状況を確認してみると、事態は想像以上に深刻だった。システムが完全にダウンし、データ処理が滞ったことで、すべての支店が営業停止状態に陥っていた。さらに調べると、石川が責任を放棄して、とっくに逃げ出していることが判明した。石川さんに連絡を取ろうとしているんですが、全く応答がありません。中村陽子が焦った様子で報告してきた。深いため息をつきながら、元同僚たちに事情を聞くことにした。皆さん、どのような状況になっているのか、詳しく教えてください。元同僚たちは次々と状況を説明してくれた。システムのどの部分で問題が発生しているのか、データのどこに不具合があるのかが徐々に明らかになっていった。和正君、君がいないとやはりどうにもならないよ。元同僚たちの言葉に胸が熱くなった。会社を去る際の無念さが一瞬よぎったが、今は目の前の問題に集中するしかない。大丈夫です、すぐに対応します。まずシステム全体の状態を把握するためにログファイルを確認した。エラーメッセージや異常な動作の記録を精査し、問題の原因を特定することが最初のステップだった。エラーコード403、これはアクセス権限の問題ですね。陽子に指示を出しながら次々とエラーメッセージを解析していった。問題の根源はデータベースの権限設定にあった。石川がシステムの重要な部分を管理せずに放置していたことが原因だった。権限設定を修正します。陽子さん、サーバーの再起動を準備してください。陽子は即座に動き、サーバーの再起動準備を進めた。僕はデータベースの設定を修正し、正しい権限を再設定した。再起動します。陽子の声が響くと同時にシステムが再起動を始めた。数分間の緊張が走り、画面には再起動中のメッセージが表示された。やがてシステムが正常に立ち上がり、データベースへのアクセスが回復した。データベースに接続できました。次にデータの整合性を確認する作業に移った。各支店から送られてきたデータが正常に保存されているかを確認し、不整合がないかをチェックした。データに問題はありません、すべて正常です。確認が取れたところで、支店との通信を再開する指示を出した。通信が復旧し、データの送受信が再開された。すべての支店に連絡してください、営業を再開できます。同僚たちが次々と支店に連絡を入れ、営業再開の準備を進めた。画面には正常に動作するシステムの表示が映し出され、僕たちはようやく安堵の表情を浮かべた。やった、これで大丈夫です。画面に映し出される正常なデータを確認し、ほっと一息ついた。すべての支店が営業を再開することができるようになった。佐藤君、本当にありがとう。傭兵も深く感謝の意を示してくれた。ただ静かにうなずき、再び自分の力が認めてもらえたことに安堵した。システムが復旧し、すべての支店が営業を再開することができた後、傭兵と元同僚たちに改めて属人化の問題点を解くことにした。社長、そして皆さん、今回の問題の根本的な原因は業務の属人化にあります。
傭兵と元同僚たちは真剣な表情で聞いていた。実は今回の問題は僕自身にも責任があります。データ処理の業務が一人に集中してしまい、他の社員に十分に共有されていなかったことが原因です。このままではまた同じような問題が起きる可能性があります。そう言って属人化の具体的な問題点を詳細に説明した。まず業務が一人に集中すると、その人がいなくなった時に業務が止まってしまいます。また業務の効率も低下し、社員全体のスキル向上にもつながりません。具体的な事例を交えて説明を続けた。品目や原価の管理など複雑化した部分についても説明します。これらの業務は一人で抱え込むにはあまりにも多すぎます。関係する社員全員に情報を共有し、業務を分担することで属人化を解消することが重要です。傭兵は静かにうなずきながら話を聞いていた。佐藤君の言う通りだ。今回の件で属人化の問題がいかに深刻かを痛感した。これからは社員全員で協力して問題を解決していこう。傭兵の言葉に元同僚たちも賛同の意を示した。そうだね、これからはみんなで情報を共有し協力して業務を進めよう。僕は安堵の表情を浮かべながら関係する社員たちに具体的な方法を説明し始めた。まずはデータ処理の方法を全員で共有します。その後品目や原価の管理についても分担し、各自が担当する業務を明確にしていきます。社員たちは真剣な表情で説明を聞き、すぐに実行に移す準備を始めた。傭兵は僕に対して深く頭を下げた。佐藤君、君の努力を理解せずに退職を促したこと、本当に申し訳なかった。君の力が必要だ。どうか会社に戻ってくれないか。傭兵の真摯な謝罪の言葉にしばしの間考えた後、静かにうなずいた。わかりました、会社のためにもう一度力を尽くします。こうして再び会社に復帰することとなった。復帰後残ったトラブルに対応し、会社の立て直しに全力を注いだ。データ処理のシステムを見直し、属人化の問題を解決するために具体的な施策を実行に移した。社員たちは一致団結して業務に取り組み、少しずつ会社の状況は改善されていった。しかしその過程で驚くべき事実が判明した。逃げた石川が不正に手を染めていたのだ。石川は業務の一部を管理していた立場を悪用し、会社の資金を着服していた。さらにデータの改ざんを行い、自己の利益を最大化するために組織を裏切っていたのだ。石川さん、なんてことを。調査を進めると、石川が多額の資金を自分の口座に移し、会社の重要なデータを改ざんしていたことが明らかになった。彼の不正行為は会社の財政を大きく揺るがす深刻なものであった。これでは会社が立ち直るのも難しい状況だ。傭兵は即座に警察に相談することを決めた。警察は石川の所在を追跡し、数日後には逮捕に踏み切った。石川が逮捕されました。彼の不正行為がすべて明るみに出ました。石川の裏切り行為が明らかになり、彼が法の裁きを受けることに誰もが満足していた。これで一つの問題が解決しましたね。深く息をつきながら次のステップに進む準備を整えた。会社の立て直しはまだまだ続くが、社員全員の努力と協力のおかげで少しずつ前進していることを実感していた。そんな中、脳梗塞で倒れていた社長藤井康夫さんが回復し、相談役として出社することになった。お父さん、無理はしないでください。傭兵が心配そうに声をかけるが、康夫さんは穏やかな笑顔で答えた。大丈夫だ傭兵、私はもう元気だよ。それよりも会社のことを詳しく教えてくれ。傭兵はトラブルの発生から解決までの経緯を細かく報告した。康夫さんは真剣な表情で話を聞き、時折うなずいていた。なるほど、そうだったのか。そして和正君が尽力してくれたんだね。
安尾さんは僕に目を向け、深い感謝の意を示した。和正君、本当にありがとう。君がいなければ、会社はどうなっていたかわからない。ただ、頭を下げるしかなかった。ありがとうございます。会社を救うために、できることをしただけです。君のような社員がいてくれて、本当に感謝している。ところで、君のお父さんも同じように、会社を支えてくれたんだよ。寡黙で真面目で、どんな困難にも立ち向かう強い意志を持っていた。君はお父さんに似て、本当に立派だ。安尾さんの言葉に胸が熱くなった。ありがとうございます。父もきっと喜んでいると思います。安尾さんは優しく微笑んだ。君の父親は会社のために尽力してくれた。君も同じようにこれからも会社を支えてほしい。その後、安尾さんと陽平は僕を石川に代わる部長に抜擢することを決定した。佐藤君、君にはこれからも会社のために尽力してもらいたい。石川の代わりに部長として頑張ってくれないか。陽平の提案に驚きとともに誇らしい気持ちでいっぱいになった。ありがとうございます。精一杯頑張ります。こうして部長として新たな責任を担うことになった。陽平からさらに後継者の育成も頼まれることになった。和正君、君には次の世代を育てる役割も期待している。後継者の育成にも力を入れてほしい。陽平の言葉にしっかりとうなずいた。会社の未来を支える人材を育てることが自分の重要な役割の一つだと認識したからだ。もちろんです。全力で取り組みます。さらに、再び業務の属人化が発生しないよう常に目を光らせることも求められた。過去の教訓を生かし、業務の分担と情報の共有を徹底するよう努めた。皆さん、業務の進捗状況を共有し合い、問題があればすぐに報告してください。私たち全員で協力して進めていきましょう。この呼びかけに社員たちは積極的に応じてくれた。日常の業務だけでなく、困難な課題にも全員が一丸となって取り組む姿勢が見られるようになった。和正には多くの社員から様々な相談が寄せられるようになった。新人からベテランまで誰もが気軽に相談できる存在として信頼を得ていった。和正君、ちょっと相談したいことがあるんだけど。和正さん、このプロジェクトについて意見を聞かせてください。社員たちの声に応えることで僕自身も成長を感じることができた。そしてその結果、暗かった社内の雰囲気は次第に明るくなっていった。社員たちの表情にも笑顔が増え、チーム全体の士気が向上していった。部長として活動する中で、会社は次第に一つにまとまり始めた。社員たちは協力し合い、業務の属人化を防ぎながら、新たな挑戦に向かって努力を続けていた。和正君のおかげで、みんなが一丸となっているね。陽平がそう言うと、相談役の安尾さんも満足そうに微笑んだ。そうだな。和正君を中心に会社が一つになっている。この様子を見ると本当に嬉しいよ。安尾さんは少し懐かしそうな表情で続けた。実は和正君のお父さんも同じようにみんなの中心的存在だったんだ。君のように周りの人々を引きつける力があった。安尾さんの言葉で父が会社でどれほど大切な存在だったかを改めて実感した。和正君のお父さんから学ばせてもらったことは本当に多いんだ。彼の姿勢や仕事に対する姿勢は今でも私たちにとって大きな財産だよ。安尾さんは目を細め、父との思い出を振り返るように話した。僕はその言葉を聞きながら、父への感謝の気持ちとともに自分がその後を継ぐことができたことに誇りを感じた。ありがとうございます。父もきっと喜んでいると思います。安尾さんは優しくうなずき、僕の肩に手を置いた。君のお父さんが築いた基盤を君がしっかりと引き継いでくれている。これからも頑張ってくれ。力強くうなずいた。父が残した遺産を受け継ぎ、さらに発展させるために
これからも全力を尽くしていくことを誓った。こうして、どうやら僕を中心に会社が一つになり、相談役も満足そうにその様子を見守っていた。亡き父を評価してもらえたことが、僕にとって何よりも嬉しいことだった。僕を中心に進められた業務の改善は着実に成果を上げ、業務の属人化をはじめとする社内の多くの問題が解消された。社員たちの協力によって会社全体の効率も向上し、雰囲気も大きく改善された。ある日、社内の会議室で表彰式が開かれることになった。多くの社員が集まり、傭兵が壇上に立った。皆さん、今日は特別な日です。我が社の発展に大きく貢献してくれた和正君を表彰したいと思います。傭兵の言葉に続いて、僕が呼ばれ壇上に上がった。壇上から見る社員たちの顔はどれも誇らしげで温かい表情だった。和正君、君の努力と献身に感謝しています。君のおかげで会社は新たなステージに進むことができました。傭兵は表彰状を手渡し、僕は深くお辞儀をした。ありがとうございます。マイクを手に取り、感謝の言葉を述べた。この賞は社員みんなで獲得したものだと思います。私一人の力ではなく、皆さんの協力があってこその成果です。これからも共に努力し、会社をさらに発展させていきましょう。謙虚な言葉に社員たちは一斉に拍手を送ってくれた。その拍手は次第に盛大なものとなり、会場全体が温かい雰囲気に包まれた。和正くん、ありがとう。これからも一緒に頑張ろう。社員たちの声援が次々と上がり、胸に込み上げる感動を抑えながら深く頭を下げた。会社が一丸となって前進していることを実感する瞬間だった。問題点を解消した会社はさらに規模を大きくしていった。業務の効率化と社員の協力により業績は向上し、会社は新たな成長の段階に入っていた。ある日、傭兵が社員たちに向けて大きな発表を行った。皆さん、我が社はさらに成長し、海外への進出も視野に入れています。この新たな挑戦に向けて新プロジェクトを立ち上げることを決定しました。その言葉に社員たちは一斉にざわめき立った。海外進出という大きな目標に向けて、会社全体が興奮と期待に包まれた。そしてこの新プロジェクトの旗振り役には和正君を任命します。傭兵の発表に驚きと同時に大きな責任を感じた。社員たちの視線が一斉に僕に向けられた。和正君、君のこれまでの努力と成果を踏まえ、この重要な役割を任せることにしました。期待しているよ。傭兵の言葉にしっかりとうなずいた。ありがとうございます。精一杯頑張ります。新プロジェクトの旗振り役として、責任を持って仕事に取り組むことを心に誓った。海外進出という大きな挑戦に対して、全力で取り込む決意を固めた。皆さん、共に新たな挑戦に向けて努力しましょう。このプロジェクトを必ず成功させます。社員たちは僕の言葉に力強く応え、プロジェクトの成功に向けて一丸となって動き出した。こうして海外進出に関わる新プロジェクトの旗振り役として新たな責任を担うことになった。会社の未来を切り開くため全力で取り組む決意を新たにし、必ず成功させようと心に誓った。新プロジェクトの旗振り役として任命された夜、静かに自分の部屋で過去を振り返っていた。内気で引っ込み思案だった自分が今こうして会社の重要な役割を担っていることに、何とも言えない感慨深さを感じていた。ある日、父が言ってくれた。自分を信じて頑張るだけ、という言葉。それを胸に刻み、ここまで来ることができた。父の教えを守り、自分を信じて努力し続けたことで道が開けたのだと心から思う。そして信頼できる仲間にも巡り会えたことは、僕にとって大きな財産だ。共に困難を乗り越え協力し合う仲間たちの存在が何よりも大切だと感じている。これからもみんなで力を合わせて頑張り続けよう。心の中でそう誓った。
いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。